も皆さんお元気でございましょうか。さて、本日もですね、元気いっぱい、龍が如く8栗山で、やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということで皆さん、ご存知ではない方も多いと思いますけれども、はい、私45歳ドグマ風見がお届けをしてまいります。くしくも春日一番と一個違いです。最近謎の頭痛と筋肉痛に悩まされてます。さあ元気よくいきましょう。皆さんもね、45になると分かります。もうね、謎のね、この筋肉痛と頭痛にね、毎日調子のいい日ないですからね。龍が如くの中で体が軽いとかね、何でもできそうなんていうキャラクターのセリフありますけどもね、まあ、そんな気持ちにはなれないのが実際の45歳なんで、よろしくお願いします。それではスチャッブルーカットグラスをしていきたいと思います。龍が如く8クリアまで放送では、ゲーム画面どうぞ。さあ参りましょう、よろしくお願いします。あっちこっち痛いですからね。はい、3日ぶりになります。第7章までやってまいりました。早速参りましょう。7章いいですね。はい、こちらでございます。あの、皆さんにですね、まずお伝えをしなければならないのは、初めてご覧になる方お見えになりましたら、初めての方は大丈夫なんですが、ですね、見てください。レベル春日一番30、そして仲間たちも30、30、29、さらにはなんと見てください、この勇者レベル17、さらには ワイルドダンサーランク16、さらに足立さん、ガンマン、ウエスタンマン18、ちーちゃんに限ってはですね、なんと社長令嬢12、トロピカルダンサー15、くのいち15、テニスプレーヤー15、エリック富澤、タクシードライバー12、マリンマスター14、アクションスター17。皆さん、アクションスターというジョブも解放しました。そして前後しますか、くのいちテニスプレーヤーも解放いたしました。ナンバに限ってはまだあんまやってませんね。ホームレス17、マリンマスター17ということで、しっかりとこの3日間のうちプライベートでダンジョンどんどことをやっておきました。すいません、本当はメインストーリーもやりたかったのに、配信でやってるので我慢した、そういう状態です。もうね、すいません、もうメインストーリーもやったろうかなっていう気持ちになったんですが、やっぱね、配信してるのでそこは我慢ということで、なんとか我慢をして、はい、どんどことと、ダンジョンやって、そうですね、1日3時間4時間ぐらいやってましたがね。はい、さらにお金に関しても見てください。$72,000あります。金持ち、まあ、龍が如くの世界だと1ドル100円でございますので、だいたい720万円ぐらいほど、持っておるということでございますので、これでね、メインもサクサクなので、はい、もう最高に面白いゲームなんで、配信ではまあサクサクっとメインストーリーと、まあ、あの主なサブだけお見せをして、あとはあのプライベートでやろうかなと思ってます。でまたね、違うゲームも配信でお見せしていったり、もちろん龍が如く8の面白いところのお見せしていきますんで、はい、やりたくなっちゃうんすよね。そうなんです、もうね、ボス楽勝レベルですよ。はい、ちなみにドラゴンクエスト11をですね、お年末年始にやったこともありまして、テンポよくお見せした方がいいんじゃないかということを言い訳に、自分のプライベートでやりたいという気持ちを抑えれずにやってしまいました。皆さんよろしくお願いします。だって見て、
見て、もうすぐだもんもうね、大体の敵がこのクイックバトルでやっつけれるようになりましたもん。いや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 、これね、まあね、一つこれ、一つこれ、大体ね、出てくる敵がね、青くなっちゃいましたね。あとは画面上にあるこう絆ポイントというピンク色のハートマークのところもね、全部回りましたんで、はい、絆も、なんちゃん以外はね、高いですね。なんちゃんに関してはストーリーを進めないと絆ポイントが解放されないみたいなので、まだ低いまんまで、ジョブが、マリンマスターしかできてない状況なんですが、はい、もうだからストーリー進めちゃいますか皆さん。ごめんねみんな、もうね、ギリギリを狙っていくというドグちゃんのいつものロマンシングなく、普通にレベル上げ面白いゲームなんで、ごめん、やっちゃった。なんでそれ配信しないんだよ。まあそうね、そう言われると返す言葉ない。だからこの辺の雑魚ね、強かったのがね、みんなこれなんですよ。もうみんなこれ、シェイ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 むちゃくちゃテンポいいんですよね。ちょっとでもこれぐらい正直やらないと、やっぱね、今回100時間ぐらいかかるゲームだそうなので、ストーリーをかけるだけでも、なんで生放送でどうしてもね、時間かかるので、こういう感じにさせていただきました。さて、ではストーリーやっていきましょう。よいしょ、はい、やっていきましょう。物語的に言うと、キリュウちゃんがですね、なんと誘拐を、まあ誘拐というか、キリュウちゃんが捕まってしまっている状態なので、はい、この新しくメンバーに入った難波さんと足立さん、はい、を含めてキリュウちゃんを助けに行くと、そういうところですね。さあ、ということで行ってみましょう。楽しみですね。では参ります。桐生ちゃんをさらった山井という人がいるナイトクラブに行くとこですね。さあ来た、ナイトスクエア来ましたね。治安が悪そうだね。なんていうか民度の低そうな場所だな、うん、おしゃれスポットじゃねえことは確かだ。ハワイの夜の店はここに集約されてて、ヤマイたちが幅利かせてる。そのせいもあって日本人も多いんだ。ヤマイたちの話はどこに行けば聞ける？少し歩き回ってりゃ向こうから出向いてくるよ。特に俺は無断でヤマイの元から抜けたお尋ね者だしな。大丈夫？トミー、なんだか浮かない顔してるみたい。まあな、だが今は俺より桐生さんの心配が先だ。一番、この先にタトゥーショップがある。そこの堀氏のおばちゃんが俺の馴染みなんだが、情報通でな。古い人のもんで、あの病のことも若造扱いしてるし、逆に一目置かれてる。ってことは、何か知ってることがありゃ病たちを怖がらずに話を聞かせてくれるかも。なるほどな、分かった。オッケー、じゃあ行こうか。でもごめん、今ちょっとLINE 見とってあんま話聞いてなかったわ。タトゥーショップにいる堀氏のおばさんが病たちの事情に詳しいらしいやって。じゃあタトゥーショップの堀氏のおばさんとこ行くか。必ず龍が如くってね、堀氏の話は出てくるんだったね。薬剤屋さんと堀氏、タトゥーは切っては切り離せないのかな。もうここまで来るとヤクザじゃないけどね、まあ、元ヤクザですよね。来た、トゥトゥ出たよ。いらっしゃい。どうも、ちょっと聞きたいことがあるんです。これライブ途中で帰る二人組のうちの片割れですよ、これ。客じゃないってことかい。東京ドームをちょっとすいません、ボイコットした。富澤か、よく堂々と顔出せたもんだね。
また病に焼き入れられるよ。そうなんだけどさ、知り合いが病に拉致られたかもしれねえんだ。おばちゃん、なんか聞いてません？さあね、ヤクザに関わって得なんてありゃしない。どんなことでもいいんです。病に捕まったのは俺の恩人なんです。その人病気で、早く助けねえと。悪いけどもう行ってくれるかい。病んとこのが来てるよ。おお、まさかハワイであんな反り込みにお目にかかれるたな。しかも古き良き時代の極道って感じだ。ありがとうございます。あとはあいつらと話してみます。そうしておくれ。他人様の島で世間話したらええ度胸しとるのを踊れる。えらくしみるな、ハワイで聞くヤクザの広島弁は。日本でもこんなのめっきり見ねえよ。日本の絶滅危惧種がハワイで生き残ってたとはな。そう聞くとなんだか愛おしくなるってもんだ。余裕かましてて大丈夫？キリュウさんを返してもらうぜ。あの人はどうだ。なめた口聞きやがってこのアホンダラ。お嬢せえ、死にてえ。かかってきれ。よっしゃ、来た、踊れら。行きましょう。じゃあ皆さん、さっくり行きましょうか。このね、スケベな格好したテニスプレイヤーがですね、もういろんなもん持ってますから。このスケベテニスプレイヤーがですね、おりゃいい、強い強い。これはまずいですね。これレベルはね、かなり上げましたよ。面白くて上げるのやめられなかったんですよね。いつでもどうぞ。受けてみな。やっと行くぜ。ちょっとごめん、ちょっとごめん。黙らせてやる。いい仕掛けくれてた。おら、強くなりすぎちまった。みてえだ。勝利。ありがとうございます。ごめん、強くなりすぎちまったわ。威勢が良かったな。口だけだったな、あんた。アホ抜かせ。わしはまだまだやれるで。キリュウさんがどこにいるか聞かせろ。これ以上痛い思いしたってあんたに何の得もねえぞ。ほら、早く言え。お互いここは笑顔で別れようぜ。あの男なら、シアタービルぜ。女の子が言うやつや。笑顔で別れよ。シアタービル。笑顔で別れれるわけないから、ね、知ってる。それならあそこのビルだ。もともと劇場だった建物だ。あそこの最上階に病がやらせてる店があるんだよ。確かに桐生さんを監禁するにはもってこいの場所かもしれねえ。当然病がいるだろうし、手下でごった返してるんだろうな。なあ、でも行くぜ。コールか。さあ、じゃあやっていきましょうかということでございまして、テンポアップで、スピーディー吉野で、スピーディー吉野って誰でしょう、やっていきたいと思います。今日から、ニコニコ生放送、さらには、こちらテゲデン、はい、 YouTube ライブでもやってまいりますので、よろしく、まあ、YouTube ライブはもともとねやってますかね。皆さんよろしくお願いします。よろしく。
ひぜひグッドマーク、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。おウランさん、ノロウイルスの集団感染、あら残念、今回の上納金とんでもない、十分です、320ポイントありがとうございます。なんでうちへのしのぎはですね、ウランさんがノロウイルス治った際にですね、また丸を何個かつけてお願いします。お休みの際ゆっくりご覧くださいませ。さあ行きましょう。はい、今回からニコニコ生放送もやっていきますね。ニコニコの皆さんもコメントお願いします。ニコニコはいい大人たちだけじゃなくて僕もやってます。さあ行きましょう。よいしょ、てけでん。さあ生放送でお届けしてます。音のバランス悪かったら言ってください。病ややっぱ悪いやつやな、おめえ悪いやつなんだな。キリュウちゃん本当に助けたいね。キリュウちゃん、皆さん今日から見た方、まだ今まで見てなかった方、もう発表になってます、僕もやったんですけど、キリュウちゃんガンです。悲しいよね、キリュウちゃんね、俺はガンなんだって。なんとかそのキリュウちゃんを治してあげたんだけど、キリュウちゃん余命半年でもう治らんから、自分の好きに生きるってことでこのハワイ来て、一緒に一番のお母さんを探してるんですけどね。では行きます、ナイトクラブです、シアタービルか。お、長い戦いお任せください。キリュウちゃん助けます。トミー、キリュウさんがいるとしたらこのビルのどこだ。ああ、それなら多分最上階かな。病の腹心だけが出入りできるフロアだ。俺も数えるくらいしか入ったことがねえ。お前らは病ってのには会ったことがあるんだよな。どういうやつなんだ。杖ってのはもちろんあるんだけどよ、何よりも腹ん中で何考えてんだかわからねえのが不気味なやつだ。ああいう目ん中に暗いもんが宿ってるやつは大抵わけありで。なるほどな、要注意人物ってわけだ。ああ、それに意外と人望もあるみたいで、手下もかなり気合入ってるぜ。またなるほど、道理で俺らの助けがいるわけだ。そういうこと、頼りにしてるぜ。さあ行くぞ。なめてんぞ、痛い目見るぞ。またかよ、よう来るなこいつら。もうね、通常攻撃でいいと思うわ。でもほら見て、すごい通常でもういいと思う。見て、うわすごい強いな、やばいね。ちょうどオラ強くなりすぎちまったわこれ、やばい。すまん、俺は強くなりすぎちまった。なんでこの人は裸なんやろ、なんでこの女の子裸なんやろ。あ、俺が設定したんだった。オッケー、強すぎますよ。なんかさ、強いとさ気持ちいいね、むちゃくちゃ気持ちいいな。ありがとうございます。だってしょうがないやん、レベル上げたかったんだもん。てめえ誰かと思えばへっぴり腰の富澤じゃねえか。裏切り者が。よくもその面見せれたもんやな。そりゃてめえらの面なんざ見たくもねえけどよ、仲間が捕まって放っておけるほど落ちぶれちゃいねえってこった。よく言ったぜトミー、シャラクセ、俺たちの恐ろしさ思い出させてやろう。シャラクセ、俺が3日間レベル上げた恐ろしさ見せてやるよ俺。あー気持ちいい、もうなむちゃくちゃ楽やん。何これ、やっぱこうじゃないといかんな。
RPG はギリギリ戦うのが俺好きだって言ってたけど、このね楽勝で戦う気持ちよさっていうのもやっぱありますね。やっぱね、いやもう通常攻撃で十分ですよこれ。これはいよ、いやマジ強い、俺の番だな。気持ちいい。アダスさんがね次元みたいなんだよね、まあ、中の大塚さんも次元だしね。オッケー。でどうやって最上階まで行く。無双もいいもんですね。え、直通のエレベーターがあるが待ち伏せされた逃げ場がね、待ち伏せされてもねボコれると思うけどな。じゃあ行きましょうか。めっちゃ気持ちいいわ。ちなみにね装備もですね、このね何輪のパドルっていうのを装備してますから、すごいですよ。本当はね巨大マッサージ機の方がいいんですけど、攻撃力89なので、この有刺鉄線のバットも120で、やっぱ今のところねこの何輪のパドル、これにしました。こういう時にすぐに皆さんは何輪じゃないですよっていうコメントが欲しい。みんなね遅い、もうちょっとこのやっぱ世の中の YouTuber、Twitcher、VTuber のファンのようにこうねスピーディーにねボケてほしい、突っ込んでほしい。頼むよ、何輪じゃないですよ、頼むよみんな。まあ、なラグがあるからとかそういうことを言ってんじゃないの。本当にラグな、うるせえなおめえバカ野郎、黙っとるやんおめえ。たよし、いい、間違えて上の人入れてまった俺ごめんごめんごめん、間違えて上の人入れてもらった、めんごめんご、間違えちゃった。上の人がねスライディングね滑り込んで入ってもらったわ、ごめんごめん。はい、ぜひぜひ今出しました、よろしくお願いします。よし、さあ行きましょう。あいよ、巻き込み事故一応なので、この激なんていうの、激波のあら激波のパドル、なんて思うやこれ。で冷血なる荒野でプラス32っていうのは強化してあるってことですね。こちらも電光石火のラケット、バーニングヌンチャク、情熱サーフボード、ちょっと強い武器をですね頑張って生成してそれを強化してあります。まあ、そのあたりも見せてよと言われれば返す言葉はないんですが、あの素材集めだとかもうね、ただただレベルを上げたりダンジョン潜ったりという繰り返しだったので、まあ、あんまりみんなも見てて飽きるかなと思ったんで、はい、もうプライベートでやってしまいました。劇場がそのままっていうのは言い訳で、やりたかったからやりました。なかなか洒落てるじゃねえの。とてもお客さんが入れる状態には見えないけど、このフロアは病の連中が好きに使ってるからな、どこで勝ち合うかわからねえ、気を抜くんじゃねえぞ。すごい、これ劇場だね、ちゃんと立派な劇場やな。はい、何組が使っとるんやろうね、宝塚やったらね。宝塚っていうと最近あっちの話題がどうしても出てきちゃうけどね、あの嫌だよね、なんか出てくるとね人が亡くなるっていう話があったりどうのこうのってね、いじめがあるっていうのは良くないですよ本当に。今の世の中ね何でも人をいじめてどうのっていう時代じゃないですから。そういうことを言うとやっぱ YouTube のコメントなんか見てると、今日ね皆さんのコメントにグッドマークとねいいねマークをつけるっていうのをいつもやらせてもらってるんです。皆さんからコメントいただいたの嬉しいんで、やっぱねずっと見てったら、6年前の動画にこいつクソつまらんとか、顔面が不愉快って書いてあるんで、思わずうるさいバカってお前がアホだっていう返信を一個ずつやってしまいました6年前の悪口コメントに返しちゃったでその上で、チャンネルに表示しないしてしまいました、大変に失礼しました、すいません。6年前の動画ね思わずやってしまいました、申し訳ない。6年前のおもちゃレビューの動画にね、こいつ不快マジで消えてほしいって書いてあったから、お前が消えろって思わずね打ってしまいました、大変に失礼しました、大変に失礼しました。もうその書かれた人もびっくりするやろね、6年前のコメントに反応があるっていうのも本人も忘れてるでしょ。だって6年前っていうことは小学1年生が書いたと思ったらもう中1になっとるってことやもんねすいません、思わず書いてしまいました反射的に。来やがったな
病部下、部隊の病部下。すごいな、みんなやっぱり病のこのヤクザ屋さんたちは広島ヤクザなのかな。山一本大立ち回りたっぷり楽しんでいけや。よし来い、さあ来い、さあ来い。任せといて。もう余裕ですよ、もうポチポチでいいもん。ほら強い、ちいちゃんがやばい。いやむちゃくちゃ強いみんな。よいしょ、すごいですね。コメントもね、6年前のコメントっていう確認をしてね、あの思わず打ち返してしまいました。本当にでもマイナスなコメントに言い返したりマイナスなことをコメントするって本当無意味だよ。思わずやってしまった後後悔しましたけど、痛い。なくなる世の中になるといいね。なくならないと思うけど。ヤフーコメント、ヤフーニュースのヤフーコメ見てるとなくならないと思うけど。しかもヤフーコメの僕が思う意見なんですけど、ヤフーコメの多くとか、まあ、あの有名人のツイッターに文句書いてるのも全部そうですけど、やっぱみんな自分が正しい正義だと思って書いてるからなくならないですよね、やっぱね。やっぱ良くないね。 OK、 自分が間違っていない、自分が書くことが正義だってやっぱ思って書かれてる方多いんで、やっぱなくならないですよね。よし、悪いことっていうのは悪意があるので、少し心のどこかに迷いが生じたりとか後悔が出たりするらしいんです。やっぱり人間って全力でいけない。でも善意っていうのは 100% 自分が正しいと思ってるから、相手を叩くことも自分が正しいと思っちゃうから取り留めがないっつって志らくさんが言ってましたね。いたぜ、行くとこまで行っちゃう。うわ、何これ、ズブ濡れアンブレラやって。ここでもバイオハザード感出してきましたね。さあバイオハザード、こうやってさ龍が如くがちょっとバイオっぽい要素もあるじゃない。正直まあ海外舞台がハワイだっていうから、ハワイの暗い部分を描くとね、ちょっとバイオっぽさが出るんでしょうけど、なんとなくさこうやってそういうゲームやってるとバイオハザードもやりたくなるね、やっぱね。平べったいバイオハザードってさ、バイオハザード外伝以外ないのかなね。平べったいバイオハザードが他にあればみんなもね見たいと思うんですけど、もううちは龍が如くとあとはレトロゲームのチャンネルにしますね。龍が如くだけはやらせてください。いつか出たい。うちのチャンネルのコンセプトがね、やっぱね中年なんですよね。うちの気づいたんですよ、うちのチャンネルのコンセプトがレトロゲームだったんですけど、レトロゲームがコンセプトというか、やっぱりこう大人が楽しめるチャンネルがいいかなと思ったので、龍が如くって僕ね大人が楽しめるゲームだと思うんですよ。30代40代50代がってなると、やっぱり龍が如くもやらせてもらってレトロゲームもやるのが一番いいかなと思いました。まあ他も新しいゲームやるかもしれないですけどね。はい、これからもぜひよろしくお願いします。お、本日のみかじめ料1000円来ましたよ。すごい皆さん、みかじめありがとうございます。ショッピング連れてくのめんどくせえ軍、じゃあみかじめ料ありがとう。このまま行くと、本部長にしてあげますんでよろしくお願いします。さあ行きましょう。そうね、龍が如くはせっかくやからね。で30代40代50代って言いましたけど、10代20代でも精神的に大人の方はウェルカムです。あのすぐ文句言うクソガキはもういらんもうでも精神的なこの熟成した10代20代の方はもうウェルカムですよ、本当に。よし行きましょう。お、カバン取り忘れてた。了解、また来た。このクソ野郎どもが、ぶっ殺してやる。よし来い。でもマジ楽だねこれ、レベル上げといてよかった。サクサクプレイしながらやっぱり女の子の水着を見るっていうのが今日のテーマですからね。
俺の番だな。熟成された20代、熟成された20代っていうのは20代が精神的に熟成されているという意味と、20代から熟成された中年という意味もありますね。今中年というね。あの井上貴子さんみたいな、永遠の17歳みたいなね。17歳と24,454日みたいなね。そんなに経ってないかもしれないけど。こんばんは、こんばんは、おいおい。そしてチャンネル登録改めて5万人も、達成いたしました。ありがとうございます。チャンネル登録5万人達成記念、龍が如く8クリア後にやりますので、皆さんよろしくお願いします。こっちになんかないかな。どうしても見に行っちゃうね、これ。ないか。 OK。ね、古いゲームやってくださいという意見も多いですけども、はい、古いゲームもやりますのでね、龍が如くも古いゲームもぜひ楽しんでください。取り逃していますよ。はい、取り逃しています。張り切っていこう、張り切っていこう。こっちか。お、来たね。あ、さ、3D のゲームの階段のところってめちゃくちゃ酔うよね。ね、危ない。だってやっぱキリュウちゃんなんてもう最高に中年が好きなキャラクターの一人だよね。あと春日一番がほとんど俺と同世代ということで、やっぱり龍が如くやりたいんだよね。よし、ここでいいかな。来た、気分が乗ってきたぜ。気分が乗ってきたぜ。トグマさん取り逃してますよ。はい、取り逃してます。あれ、開かないね、ここね。あの、取り逃しを探しに行くと、あの、酔うっていうことで体調を優先しました。えらいでしょ。これ 2D のゲームだったら絶対取り逃しに行くけど、3D のゲームで取り逃しがあるともう酔うので体調を優先する。オーケー、強い次元。体調優先しねえとさ、それなんだよね。正直やっぱりね、 3D のゲームやるとね、やっぱね、ちょっと疲れるんですよね。ゲームやってるだけでも長時間やると10時間とか、情報量多いからかな。みんなそんなことない？ 2D と 3D 比べるとね。さあ、そんな中 3D のゲーム、今日は龍が如く8ですが、物語進めましょう。キリュウちゃんを拉致した病はこの先か。あ、けどダメだな、鍵かかってやがる。だってマスターキーを探すしかねえ。了解。じゃあ調べてみようか。さあ行きましょう。あんまり 3D のゲームしたことがない。そうなんだ。うちのチャンネルの人で 3D のゲームってやったことない人結構いるのかな。お、来た。3時間ぐらいが限界です。マジ？だから 3D のゲーム長時間やると見てる側が疲れる説ある。まあでもそんなこと言ってもね。じゃあまた高橋名人の冒険島やんのかって言われるとね。まあそれもやりますけど、龍が如くどうしてもやりたいんですよね。 OK。 OK。 あ、わかる。酔うより疲れて眠たくなる気持ちわかる。全力でいくよ。ちょっと眠たくなるよね。イエス。それだからね、そういう見てる人で疲れちゃうっていう人もいると思うので、うちのチャンネルで一個だけ心がけてるのは、カメラをゆっくり回すっていう単純なことなんだけど、カメラをゆっくり回さないとそれだけでうえってなるもんね、一瞬で。カメラはこのスピードで基本やってます。
3D のゲーム上手い人のチャンネル行ったらさ、もうすごいよね。ビュン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 って動くからさ、2秒で酔うよね、あれ。すごいゆっくり大事だよね。なんでね、より時間がかかる。オッケー。さあ、来い。お、見てて楽しい、よかった。どうやろ、俺の番だ。最近すれば大人たち、ニコニコのみんな大人、いい大人たちの皆さんもあれだね、言い悪いの話じゃないんだけど、レトロゲームのイメージすごい強いんだけど、あれだね、大人たちチャンネル、まあ最近見れてなくて久しぶりに見たら、おっさんくんとまっちゃんくんの生放送ってほぼ新しいゲームしかやってないね。ね、だからやっぱいろんなことをやるチャンネルにもう何年か前からか変わったのかな。勝手なイメージで見てたけどね、ブレワイぐらいまで見てたけど、なんかこう最近エルデンリングやられたりポケモンやられたり、新しいね、また新しい取り組みもねやられてるね。やっぱねレトロゲームもやってるんでしょうけどね、ちょっと全部終えてないですけど、そう思うと意外に古いゲームしかやらないチャンネルってあんまないのかもね、もしかしてね。ほんまやな、まあ、みんなからしたら。お、マダムの毛皮来た。いいですね。お、お酒、飲みながら見てます。いいですね。龍が如く 8 2D 出ないですかね。なかなか 2D は出ないかもしれないね。どうなんやろう、いろんなゲームやることはね大事なことだと思いますけどね。でもまあうちもそうですけど、専門性を出した方がいい時代なのも事実かもね。難しいよね、だからいろんなことをやる方がいろんな人に届けられるけど、絞った方がいいという説もあるよね。難しい。ここはなんやこれ、誕生パーティーやっとるやん、かわいそう。すげえかわいそう、これ誕生日なのにやるの、誕生日なのにやるんや、かわいそう。みんなで言おうか、おめでとう、死んでくれ。よし、しょうがないよね、おめでとうだけど、もうこれやらんとしょうがないもん。銃で、誕生日に銃で撃たれてパドルで殴られてテニスラケットでぶん殴られる、最低な誕生日や。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、おめでとう。かわいそうやな、嫌な誕生日やな、仕方ないね、かわいそう。よし、ヒッパーアタックだったら嬉しい、確かにちーちゃんのヒッパーアタックは嬉しい。だからここか、見つけるとしたら。それか、ごめんこの部屋あんま探索できてなかったね。これか、違う、日本酒瓶。ごめんね、カメラゆっくり気をつけるね。よいしょ。なんでみんな龍が如くやってないの、みんなやりなよ。 3D のゲームを毛嫌いするんじゃなくてやりなよ、どんどん。龍が如く最高だよ、おじじが楽しめる唯一の新しいゲームだよ。唯一っていうのはあれやけど、いや、やりなよやりなよ。やってる人はいいんですけど、やってない人に言ってるんですけどね、やりなよ。あ、奥になんか仁義なき系のポスターが貼ってあるね。やってない人ぜひぜひやってみてください。 PS4 とモニター買うお金がないです、それは頑張りましょう。ちなみに Xbox でも Steam でもやれます。龍が如くシリーズリプレイ、あ、もうぜひやってくださいよ。8からでもいいと思うよ。すぐ倒れんじゃねえぞ、行くぜ。
戦略で行くよ。よし、やるぜ。また間違えた。まあいいだろう。余裕のチャー4ピルだ。俺の番だ。オッケー。もう今12勝までいったらすごいね。今年夏にプレステ5買う予定、よかったね。あのプレイステーションの売り上げを下げるつもりは全くないですけど、プレステ5を買おうとしてる方で、もちろんプレイステーション5も結構ですし問題ないんですが、プレステ5の専用のゲームがやりたいっていう人でなければ別段 XBOX で何にも問題ないので、まあプレイステーションはね、どうしてもソニーのが欲しいっていうのはいいと思うんですけど、僕持ってますから今ほとんど XBOX とプレステってもう境目がないので、はい、まあ専売タイトルももちろんありますけど、 XBOX の専売タイトル、プレイステーションの専売タイトルっていうのはありますけど、そのタイトルがやりたいということ以外であれば別にどっちでも全く問題ないです、本当に。さらに言うと、一応 XBOX にはゲームパスというですね、だいたい今400本近く月額1000円払うとゲーム遊びたい放題というプランもありますので、プレイステーションプラスもねありますけど、プレステプラスよりも本数が多いので、起きた、どっちでも大丈夫です。はい、まあファイナルファンタジー7やりたい人はね、それは確かにそうかもしれないですね。お、来た、おい、こんばんは、こんばんは。ただ FF7 も発売は遅くなるけど XBOX で出てなかったっけ、後のやつ、この前のやつもだいたいね1000倍と言いつつ半年とか1年以内に出たりするんですよね。まあ発売日にすぐやりたい人はダメですけどね。お、来た。まあ、何を取るかで変わってくるので、まあ、そうなるとプレステでもいいじゃんってなると、まあ、もちろんプレステでもいいんです。一番いいのはね、両方買う、これがいいです。これがね、いいです。よし、ガンガンいけるぜ。 FF7 って XBOX でやれなかったっけ。まあじゃあもしやれないのであれば唯一やれないソフトかもしれないね。まあファイナルファンタ、そういう専売がどうしてもっていう人はプレステ買っとけば安心安全ですけど、なんなら XBOX いいですよって言いながら今 XBOX のが買えないっていうことあるらしいもんね。あ、 FF7XBOX でも売ってます。あ、そう、ちょっと待ってよ、気になって調べよう。龍が如くやりながら恐縮やけど、どうなんやろ XBOX。 あ、やっぱ買えるね。じゃあ今度の発売日には買えないってやつかな。今度のセブンも、今度のセブンも普通に発売日で出るんじゃないの、わかんないけど。あら、発売日に FF7 出たら、じゃあもう、XBOX でいいね。まあ調べてみてください。次元独占っていうのもあるからね。よし。OK。Steam と一緒でちょっと後で来るというパターンもね、あるんだよね。FF16、FF7 は、やっぱあれなんだ。次元選考なんだろうな、じゃあ。まあなんでどっちでも大丈夫かな。次元独占ってやつだよね。だいたい半年とか1年ぐらいに出るんだよ。まあでも1年も我慢したくないか、 FF やりたい人はね。 FF7 新しいの出たらやりたいなと思うんですけど、まあうちのチャンネルではやめとこうかな、みんなに任せるわ、みんな任せるわ。開けてみるか。やったぜ。解散のポエムブック、解放か。
自らの封印を解き放つことを説いた刺繍、これ何なんだろうね、これね。ね。もうみんなに任せますね。よし。だから龍が如く8発売日からやる方が珍しいもんね、うちのチャンネルとしたらね。さあ、でいろいろ喋りましたけど、進みまーす。さあ来い。病どうだ。何ここ、潰れかけのキャバレーつうか。足立さん、ナンバ、あいつが病だ。そうらしいな。まあしかし、なんつう罵声感だよ。よくここまで来たな、ご苦労なこった。キリュウさんはどこだ。ここにいると思ったから来たんだろ。無事なんだろうな。さあな。なかなかな熟女。なんだと。おや、富澤君もお越しだったか。のこのこ面見せるとは大した度胸じゃねえか。それとも俺が舐められてるのかな。俺はもうこれまでとは違うんだ。桐生さんを返してくれませんか。それは口をパクパクするだけで通る話か。お前もうちにいた人間なら、我を通してならどうするかくらい分かってんだろ。なんで横の女の人クネクネしとるやろうね。オタクんとかいい教育方針でやってるみてえだな。なんであの二人クネクネするんやろ。桐生の腰巾着が一発の口聞きやがる。少しは期待してもいいんだろうな。ねえ、楽しんでいけや。おっしゃねえ、もうな、放っておいたら。そうよ、あんなの意地悪だ。すぐ終わるかね。山井さん、やっぱあの DB 戦ってやつやね。すごいいいですね、山井さん。山井さん細いからかな。小屋さんはそうなのかな。小屋さんはどうかわからんやろ。中の人の話はいいでしょ。やっぱでも DB 太めな方が好きな人、太めな女性にはまるともう、もう逃れられんぐらいいいらしいからね。いや、いいんじゃないですか。ねえ、いいと思いますよ。熟女もね、やっぱいいらしいですよ。俺の番だな。よっしゃ。僕昔岐阜の長瀬で熟女バーっていうとこ行きましたけど、行ったらですね、うちのおかんより年上の人が横についてくれて、あのずっとヘアスプレーの匂いがずっと臭くて辛かったです。ヘアスプレー臭いなこの人。何やろ、ものすごいヘアスプレーなのか8-4なのか知らんけど、くっさいなーっていうのがいろいろありますね、やっぱね。ちょっととりあえず雑魚から落とそうか。接近ボーナス、ほらー、オーケー、強力バックアタックや。おっしゃ、強力バックアタック、応援してますね、女の子も。あー、くそ。え、すげえ好きやん。いいね、熟女山井さん好きやな。いや、僕も熟女さん好きですからいいですよ。こいつらをやれんのか、こいつらを射撃できんか。だってこいつらをやらんと
山井さんが元気になってまうから、ちょっと熟女を射殺できんのかこれ。射殺困るからね、パワーアップされたら。戦闘に関与するっていうことは敵ですからね。それはそうですよ、こっちからしたら。シェイ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 、オッケー、最大奥義でお相手しよう。トルネードライナー、間違えた、ミスった。すごいダメージ。やっぱそうなる。そろそろ本気出してよ。声がやっぱ40代でいいね。いい、40代っていいですね。そうだね、女性も男性も本気出す。女性も男性もやっぱ中年になればなるほど経験値を積んでよくなりますよね。いい手、お結構やるな。おめえやるな。よっしゃ、ちょっとご飯食べていい。こういうのあんねん。目の前でバーベキューを始めるっていう。この人に関しては後から絶対シャワー瓶と体がベタベタになるっていう回復方法もあります。しゃあ、ほらバーボンストライクじゃ、ウィークポイント。ほらーすげえ入ったね。えこれレベル上げたのに結構強いね、こいつ。報復準備やる。やべえなこのカウンター。これ物理カウンターか魔法カウンターかわからんな、これは。一回やってみようか、バックアタック。カウンター来るか。うわ来た。やるね、病強いわ。おっしゃー、ほんとね、ごめん失敗した。危ない、一番危ない。へばってんのか。一番ちょっと危なかった、今完全に失敗した。 QT これやっぱりね、プレステのコントローラーだったらこうはならんかったですね。やっぱ XBOX のせいなのかな。 XBOX は良くなかったのかな。しゃあ、おーれい、これいまいちやな。よい、ほら、いっぱいやりな。ちょっとこいつらをまず、おい500も、こいつらをまず落とした方がいいんじゃないのか。OK、カウンター終了。威嚇。やばいな、バールのようなノモでやってくるな。トルネードってことか。バールのようなノモ、あ、トルネードや。それでは次すごいの来ますよってことや。全力でいくよ、バカタック。ほら、ここで終わっちゃもったいねえ。なんかいいのない？これいってみるか。専用意見。あ、しまった、ミスった。で、1番がバスターでいこう。 OK、 ナイスダメージ。で、チャンスダメージ、よいしょDB オババ戦撃破やりました。僕も中年の女性大好きです。なぜなら僕も中年だからです。よし、上昇。 OK、 レベル上げといてよかったね。これもまだ若いね。普通にやったら結構多分。お、ダイナマイトフィーバー覚えた。吸収が早いのよね。大人の渋みが出てきたぜ。誰や。チョケ取るな。こういう人ハワイ行ったらおるんやろうな。ハッピーフィッシュバイキングやって、かなり危険ななんか薬物系の匂いがするな。もう一遍だけ言うぞ、キリュウさんはどこにいる。知らねえっつったらどうする。なあ、俺が力ずくで聞き出しますよ。やばい、
富澤。これ以上手下の前で恥かきたくなきゃ、やるべきことは分かってんな。恥なんてとうの昔に捨ててるよ。どうした、手に持ってんのは飾りか。トミやめな。キリュウさんって人なら無事だよ。おい、でも組長さんに手を出すならこの先は保証しない。お母さん、お母さんという年齢じゃないな。なんか親戚の朝子おばさんみたいな感じだね。朝ちゃんみたいな。なんだよ、案外人望あるんじゃねえかあんた。いい女だ。俺はああいう人と初対持ちたかった。足立さん、いいんじゃない。本気なら今からでも遅くないですよ。足立さん、見る目あるかな。そん時は応援してくれ。朝子おばさんいい女やな、うん、イヤリングもでかいしね。いいですよ。これ入るよ。お客が来た。桐生さん、大きな声出すな。寝返しといてやれ。あんたら桐生さんを見てくれてたのか。組長さんに言われてやっただけ。この人は組長さんの憧れの存在なんだってさ。病だ。運び込まれてきた時からずっと眠ってる。怪我は大したことはないが、内臓が弱りきってる。やっぱり相当無理してたっすね、キルさん。ここじゃ応急処置くらいしかできん。仲間ならさっさと連れて帰れ。病のやつ、こんなことだったら俺らとやり合わなくてよかったのによ。うん、けど病も茜さんを狙ってたんだろう。まだ彼女を追うつもりなら話は別だ。いや、病、あんた茜さんのことはどうする気だ。茜ってのは例のばあさんのことか。ばあさんって言うんじゃねえ。そもそもあんたはなんで茜さんを追ってんだ。ハワイの裏社会がこぞって探してるからだ。どんな価値かは知らねえが、そんなもんは手に入れてから確かめりゃいい。そんな理由かよ。ハワイに来てだいぶ経つが、俺らはまだ売り込み中だ。バラクーダとガンジョーからは随分下に見られてる。だから連中が奪い合ってるもんを先取りできりゃ、そこでようやく交渉のテーブルにつける。交渉？格好つけた言い方してるけど、要は茜さんとラニちゃんの命と引き換えに利権が欲しいって話でしょ。連中が狙ってんだ。ばあさんには追われるだけの理由があるんだろう。だがラニってのは何のことだ。少し安心して。それを知った上でのことじゃなかったんだな。説明させてくれ。信じるかどうかあんた次第だけどな。なんかちょっと破壊できそうな感じだね。真の支配者でラニってガキを狙ってるか。作り話にしちゃだいぶお粗末だ。信用してくれるんだな。富澤の件にしろ桐生の件にしろ、お前は嘘が上手じゃなさそうだ。それに
連中がばあさん一人を血まなこになって追っかけ回す奇妙さにもやっと納得がいった。ばあさんの剣からは手を引く。ガキを食い物にするほど金に困っちゃいねえからな。キリュウが目覚ましたらさっさと出て行け。うちの島にちょっかい出さなきゃお前らとはこれっきりだ。ええ、ヤマイ、最後に一つ言わせてくれ。ああ、キリュウさんのことを手当てしてくれてありがとうございます。恩に着る。死体の首取っとって何の看板にもなれやしねえってだけの話だ。いや、俺の中じゃあんたは男ぶりをあげたぜ。ま、あんたには何の足しにもならねえだろうがな。ああ、まったくだ。なんか喧嘩の後の男同士のこの友情いいね。あらっ、私は桐生一馬の家族です。おじさん、家は？お前、家がないのか？孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか？じゃあお前いたぞ、あのガキだ！捕まえろ！絶対に逃がすな！よせ、おい、よせ。その子に手出すな！キリュウさん、もう大丈夫です。ここは安全ですから。カスガ、夢か。キリュウちゃん、よくならんかね。何があった？病と手打ちをしていろいろ話しました。あいつらは何も知らずにいたんです。ハワイの裏社会が茜さんを追ってたから彼女を探してたってだけで、他に新しい情報はありません。今もまだ茜さんとラニがどこにいるかは。そうか。あとは俺らに任せてください。キリュウさんの体はもうこれ以上の負担に耐えられません。みっともねえとこ見せちまった。だが全部承知の上だ。もう大丈夫だ。まだそんなこと。どう見たって大丈夫なんかじゃないでしょう、キリュウさん。私は昔看護師をやっていました。そのことを踏まえて聞いてほしいんですが。先が長くねえことは分かってる。だが俺にはやるべきことがある。ラニーや茜さんを救うことですか？あなたには無理です。何？日本に帰国して回復に努めてください。さもなくば春日さんたちの足手まといになります。な私の任務は茜さんを一刻も早く保護することです。客観的に言って今のあなたがここに残れば任務に差し支えます。春日さんたちにいらぬ負担をかけ茜さんの捜索を遅らせかねない。結果的にラニという少女を危険にさらすことになる。
それは本意ではないでしょう。ラニと沢村遥を重ねているあなたにとっては。沢村遥。桐生さんにとって娘同然の存在です。百億の少女と呼ばれ、大人たちの欲望に翻弄され続けた。桐生さんが守っていなかったら、きっと誰の目にも触れず闇に葬られていたでしょう。ラニの境遇は私の目から見てもかつての沢村遥と重なるところがあまりに多い。桐生さんが強くこだわるのは理解しているつもりです。しかし今のあなたのコンディションでは人を救うことなどとてもできない。そんなのは元看護師でなくたって見ればわかる。もうその辺で。桐生さん、しばらく休養してください。難波も帰国に付き添うと言ってくれてます。茜さんのこともラニのことも必ず何とかします。俺だけじゃありません。足立さんもじいちゃんもトミーもエイちゃんもいます。だからここは俺たちに任せちゃくれませんか、桐生さん。情けねえな。てめえより若い連中にここまで言わせちまったが、俺は任せるか。俺はどっか人に頼るのを怖がってたのかもしんない。怖がる？桐生さんがですか？ああ、自分でも今初めて気づいた。長生きはするもんだな。ええ、そうですよ。わかった。すまないが、茜さんとラニのこと頼むぞ。春日、みんな。はい。一番。あ、じゃあなんちゃんも離脱しちゃうのかな。うわあ、なんかキリ、こんなに弱々しいキリュウちゃん見るのは初めてかもしれなくて、なんかちょっと目頭が熱くなるね。なんか もちろんしょうがないし休んでほしいんやけど、なんかこうね、あんだけ強かった人がもうなんかグッとくるなね。キリュウちゃんとナンちゃん離脱か。まあしょうがない、よう頑張ったよね今まで。龍が如くゼロからよう頑張ったよ。いや、よう頑張っ、休ませてあげよう。でもこうなっちゃうと復帰はあるのかな。復帰あんのかね。キリュウちゃん頑張りすぎだよね。内臓が弱りきっているってさっきお医者さんに言われてたじゃないですか。あれを聞いた瞬間、俺はやっぱ龍が如く2極みで腹いっぱい食って経験値を獲得しつつ、腹ヘール RX を飲んで腹を減らせて、それでまたラーメン食べて、それでハンバーガー食べて、寿司三昧食べてっていうので、そらおめえ内臓も弱りきるわと思いました。あれはね、暴飲暴食2極みのせいですよ。あれひどかったよね。無理やり腹いっぱい食わせて、腹ヘール RX で腹を減らせてっていう、そら内臓弱りきるよ。休ませてあげよう、みんな。ちなみにそれをやったのは僕です。キリュウちゃん休ませてあげましょう。で、なんちゃんも離脱かってことは、あ、まあ、今んとこまだいるんだね。じゃあこの3、この4人でやっていくことになるよな。回復がちょっと薄くなるかな。なんちゃんね、いきなり酒盛りっていうね、あの結構中回復全員できる回復技があるんですけど、うん、なんで代わりの回復をちょっと考えなあかんね。ね、いきなり酒盛りっていいよね。
昔あったあの漫画アニメのさ、ついでにトンチンカンっていうさ、いきなり尻見せっていう間抜け作先生っていう主人公がいきなり尻を見せるっていうギャグありましたけど、あれ思い出しますね。いきなり尻見せ。よし。あ、こっちか。いいよ。休みます。あ、ちょっとごめん、ウィーンってなっちゃった。いいよ。ムービーかな？見ます。来た。茜さんとラニを見つけたら俺にも知らせてくれ。もちろんです。胃の一番にお知らせしますよ。大事にしてください。ああ、じゃあまたな一番。ああ、いやちょっと待った、一ついいか。あ、うん、お前ハワイ来た途端ちーちゃんなんか捕まえやがって。サッちゃんのことはもういいのか、この野郎。そんなんじゃねえって。じいちゃん下手すりゃ二回りも年下だぞ。それがいいってこともあんだろうがよ。俺は全然ありだぞ、じいちゃん。はったく、せっかくハワイ来てくれたのにこんなバカ話する暇もなかったね。悪いと思ってるよ。まあいいって。じゃ頼んだぜ、ナンバ。おう、それじゃあな。堂島の竜に後を託されちゃった。責任重大だね、一番。ね。けど、やってみせるさ。それで、何か茜さんたちを探す当てはあるのか。また動画上げてコメント待つってんじゃねえだろうな。あれも悪い手じゃなかったろ。今この瞬間にだって茜さんからメッセージが来るかもしれねえんだ。茜さんが所長をやってた養護施設があってよ、そこはパレカナが運営してんだ。じゃあそこに行けばパレカナの人間と接触できるわけか。もう行ったことあるけどね。その時はまだブライスの正体を知らなかったけど、手がかりはなかったよね。それにあそこの人たちがギャングなんかと関わってるようには思えない。とはいえ今んとこ心当たりがあるのはあそこだけだからな。また行って確かめるほかね。わかったよ、現場百遍は捜査の基本だ。キリュウちゃんとナンバが離脱か。まあでもこの4人で十分やれますからね、大丈夫でしょう。はい、というところでなんと、すいません、ありがとうございます。ヤンベさんから1万しのぎいただきました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。しのぎ1万ポイントありがとうございます。ではここで龍が如く8をやっているところですが、お知らせを改めてさせてください。 YouTube チャンネル登録5万人達成記念、龍が如く8終わり次第ですね、ファミコンレトロゲーム、クソゲーに5万人の5にかけて5本クリアする企画をやらせていただきます。
らく2月中旬からの配信になると思いますので、クソゲー5本チャレンジ、チャンネル登録5万人達成記念、ぜひご期待ください。よろしくお願いいたします。そしてヤンベさん、ありがとう。すごいですね。なかなかね、こんなチャンネル登録5万人ぐらいの配信で1万円くれるっていうのはなかなかないです。ありがとうございます、本当に。はい、チャンネル登録ね、今100万人200万人っていう人が多い中、5万人でもやっぱみんなでやってきたこのね歴史がありますから、ありがとうございます、本当に嬉しいな。あともう一人ありがとうございます。アルマさん、また320ポイントでございます。すいません、この方はですね、もう今回留学特4回目なんですけど、毎回上納金をいただくという、すいません、ありがとうございます、申し訳ない。すごいですよ、この配信見るのに上納金いるんですかって、もしかしたら言われかねないぐらいいただいてますから、ありがとうございます。もう皆さん、もちろん上納金いらずにですね、ニコニコ YouTube で見れますからね、上納金はね、これまたいらないですけどもね、一つまたこの上納金もいらないんですけども、うわ、一つこれなんていうんですかね、ナイスイングなこのね、また上納のしのぎなんかもね、このあるとまたなんかやっとけるなっていうのがありますんでね、一つこれよろしくお願いいたします。ということで、アルマさんありがとうございます。そしてヤンベさんありがとうございました。いただきます。いや、まあこれは感謝感謝ですよ。お二人ありがとうございます。アルマさん、ヤンベさんありがとうございます。さあでは、やっていきましょう。ありがとうございます。ジョノさんも800ポイントありがとうございます。 Thank you です。ニコニコの方もね、今日からやってまいります。よろしくお願いします。ではゲーム戻りましょう。ニコニコちょっとね、人を集中して集めたかったね。先週は龍が如く8、YouTube だけでしたけど、今日からはニコニコもやりますんでご安心ください。じゃあもうガンガン進めていきますね。じゃんじゃんじゃんアレジで進めていきますね。ね、チョコありがとうございます。好き、ニコニコ嬉しいですね。もうすぐバレンタインデーですからね。これまああれでしょう、ドグマ風見が大好きな女子からのたくさんのこのチョコ、これもいただけるんじゃないですか。ほとんどうちのチャンネルは 98% が女子と聞いておりますからね。楽しみですね、そちらも。多分逆。ここなんだな、パレカナの養護施設ってな。ああ、ただ妙に静かだな。前来た時は子供たちが遊んでた。あ、ほら、あそこに。あれ、見覚えある子だったんだけど、忘れられちゃった？いや、というより俺らを見て怖がってたように見えたぜ。ここの子たちはもともと誰にでも人懐っこかったろ。うん、やっぱりなんか変だよ。あの子に根も葉もねえことを吹き込んだ奴がいるのかもしれねえな。現場百遍は正解だったかもしれねえぞ、カズが。変化があるってのはいい兆候だ。かもな。行こうぜ。やっぱり古谷徹 CV、 あのキャラクターがやってるだろうな。いるじゃん。あ、ブライス。ブライス。ブライス。島に戻るって言ってなかったか。まだこんなとこにいたのかよ。ようこそ、春日さん。またお会いできて嬉しいです。この間見かけなかった奴らだ。あえて嬉しいっつった割にボディーガードを前に立たせるんだな。彼らは白の戦士です。私に危害を加える心を敏感に察知してしまうのです。デイナとカロンはどうした？
留守なのか。何かご用があれば代わりに私が伺いましょう。火が全てを浄化するまで。ウォン・トーの話はやっぱり本当なのか。あんたその子たちに何をするつもりだ。 They're scaring me, Father Bryce. Fear not, my child. No evil can withstand a Hawk Warrior's spirits. What we should do now is pray. Let us beseech Madame Nele to envelop them swiftly and painlessly.どうも俺たち哀れみを受けてるみてえだぜ。茜さんはラニを連れてここから逃げ出した。それをあんたは追ってる。すましたつらして、それはそれは必死にだ。おお、普段は目立たないようにしてるくせに、手なずけていたギャングたちに総動員をかけてまでな。パレカナの火は浄化の炎です。迷いも疑いも全てを包み込み、等しく無へと帰すのです。彼女たちを見つけたら二人とも殺すのか。清められるべきは清められます。何が清められるべきか人々を導き教えを諭すのは、すべてこの私が炎に委ねられた役割なのです。さっきから何の答えにもなってねえぞ。傲慢な悪魔よ、炎に清められんことを。ブライス、ヘレティクスビゴン。すごいな、龍が如くと思われへん。楽しい。いきまーす。じゃあもうガンガン攻めましょう。オッケー、レベルアップの効果がやばい。おりゃー、おーっしゃー、ワンパンっすよ。ワンパン、パンワンですよ。オッケー、オッケー、オッケー。全然ダメージも受けへんな。やばい、すごい。ナーニやって、ナーニって聞くとちょっとわいせつな感じがするのは、やっぱ俺がおかしいのか。この女の子が一番わいせつ、ちーちゃん。シャー、余裕のチャー4ピルですよ。ありがとうございます。あとまたスーパーチャット、またありがとうございます。一息ついたところでお礼言います。ありがとう。オッケー、連携、スーパーチャットありがとう。イエス。いや、もう余裕のチャー4ピル。さあこれで、おこいつ結構強いな。ヘイズ、龍が子供に出てくる敵からじゃないっぽいとこがもういいね。よっしゃー、ガードブレイク持ってないからな。足立さんじゃないの、持ってないな。俺の番だな。こっち、これはガード貫通の攻撃。イエス。あれガード貫通じゃなかったかな、ごめん、違うやつやったかもしれない。じゃあ、じゃあウォールヒッティング、闘魂サーブ、ラブショットで魅了にしてみようか。これみ、ああ好き好き。いやー、魅了された。やっぱ俺と同じやな、この人も。でこれガードしてないですね。一応ね、このね、緊急大砲っていう龍が如くの中の世界でいうザキ系の攻撃あるんですよ。行ってみようか。成功するとね、一発で敵をやっつけれるんですよ。いきます。成功するか。
イエーイザキいいですね、素晴らしい。ザキなのかニフラムなのか分かんないですけど、やりましたね、イエーイ勝利。なんであれが効くってことは ボス扱いじゃないっぽいね。ありがとうございます、サクサクです。これぐらいの方がいいですね、早くてね。吸収が早いのよね、吸収が早いのよ。やばい、最初はさ昏睡強盗してきたあの女の子ちーちゃん嫌いだったけど、もう大好き。水着見せられると好きになりますね、不思議なもんだな男って。ブライスにはもう追いつけねえか。なんだこれは。あ、デイナ、カロン、カスガさん、信じてくれるんかな、教祖様が悪だったな。なるほど、ブライスの指示で使いに出されていた。ええ、臨時でフードバンク用の食品をいただけることになったから受け取りに向かってほしいというお話をいただいて。ブライス様から直接そういうお話があるのは滅多にないことなので、私たちも珍しいなとは思ったのですが。で、帰ってきてみたらこの有様か。ええ、春日さん、あなた方の言うパレカナの実態というのが私には信じられません。何を根拠にそんな。やっぱりそうですよね。いや、俺はきっとそんなことだろうって。デーナさんたちに限ってここの子供たちを苦しめるようなことするわけね。そうです、ええ、私も何の話なのかさっぱり。ブライス様がギャングたちを支配していて茜さんの命を狙ってるだなんて。カロンさん、デイナさん、俺はここじゃよそ者です。ハワイにはほんのちょっと前に来たばかりで、そんな奴に急にあんたたちは騙されてるなんて言われたって信用できないな、しょうがねえ。だから俺たちの言うことを信じてくれとは言いませんけど、さっきの光景はお二人自身が自分の目で見たことです。ガンジョーとバラクーダ、そしてパレカナの武装した教徒、それが束になって俺たちを殺そうとした。パレカナにはまだお二人の見たことがない一面ってのがあるみたいなんです。それを踏まえて何か俺らに言いそびれてたことがあれば聞かせちゃもらえませんか。私たちは聖地ネレ島へ渡った人たちが幸せに暮らすと聞かされてきました。この施設からも多くの子が悪と認められて島へ渡っていきました。信仰心を認められれば悪になれると、そう言って子供たちを導いてきたのです。もう何十年も前からずっと。でも昔カロンとも一度だけ話したことがあるんです。ネレ島にいるはずの子をホノルルシティで見たことがあるって。デイナ、それは。ネレ島に行ったら一生をそこで過ごすのがパレカナのルールでしたよね。ええ、だから本来ありえないことです。私も最初は見間違いだと思った。顔もすっかり別人になっていて、でもここで家族同然で何年も一緒に過ごした子ですもの。佇まいや雰囲気は間違いなくその子だった。だから声をかけたんです。でも人違いだと言われました。それでもその子だって思ったんですね。ええ、事情は分かりませんが、顔は多分整形手術を受けたんでしょう。でも声を変えることは手術でも難しいと聞きます。その声は間違いなく私の知るネレ島で暮らしているはずの子でした。もっと話をしようと思ったのですが、その子は逃げるように走り去っていってしまって、それっきりです。それってつまりネレ島に行った子たちが
素性を隠して町に戻ってるってことですか？ウォンが言ってたことと話がつながるね。ああ、ブライスは自分の狂信者を作り上げて頑丈やバラクーダにスパイとして潜り込ませてるって話だった。デイナさん、その子ってのはどういう格好をしてました？警察官の制服でした。なんだと？ブライスが手先を送り込んでるのはギャングだけじゃない。警官、それに多分司法に行政、もちろん経済、表の権力にも忍び込ませてんだ。それも何十年も時間をかけて、何人もな。あいつをホノルルシティの絶対的な支配者にしてる影のネットワークだ。やっぱり聖地ネレ島の正体はブライスの忠実な駒を育成するための訓練場だったんだな。そんな、あくまでブライスが教団を私物化してからの話だとは思います。私たちはここの子供たちはこれからどうしたらいいんでしょう？それはあなた方は状況に合点がいったようですが、私は逆です。何が何だかわからない。私は話を聞いてもなおパレカナの教えを否定する気になれません。ネレ島に行くことができると言われたら私は行きます。行きたいのです。子供たちにもそのように教えてきた。私の信仰心はまだ揺らいでいません。そろそろ子供たちに食事を用意しないと。この場所でしか生きられない者もいます。ここは社会的弱者の最後の砦なんです。願わくばさっきの話は子供たちの前ではしないでいただけますか？待ってください。それじゃあまた話が来たら子供を島へ送るんですか？選ばれた教徒や子供が島へ渡るのは多くても月に2回です。新月か満月の夜に。ですからしばらくその機会はないでしょう。次の機会が来る前にきっと俺らが茜さんたちを見つけます。この施設をどうするべきか、子供を島へ送っていいのか、彼女らに話を聞いてみませんか？どんどん使命が重たくなっていくな。さすが堂島の竜に任された仕事だ。ああ、でもやり遂げりゃいろんな人たちを助けられる。悪い話じゃねえさ。なんかちょっとすごい深い話だよね。この宗教に救われとる人もおるし、飯食えん人はこれで社会のね隅っこで生きてらっしゃる方、これであと生きて飯を食っていけるっていう部分もきっとあるやろうから、なんかなんとも言えんな、これはね。でも言ったらやっぱ社会の端っこで生きている我々 YouTuber、 ゲーム配信者もこれね、ある種パレカナのゲーム実況に、今日があれね、経典の今日ね、ゲーム実況にやっぱこう組み込まれとる一個の歯車ですから、僕らも白になってようやく YouTuber になったわけですからそれでなんとかあかんなと思いながらも他人様の作ったゲームのふんどし、他人のふんどしで、このなりわいにしておるということで、これ今更やめろと言われてもね、これはあれこう厳しいもんですからね。そうですよ、ゲーム実況塔に行ってね、いろいろなりわいにしとるわけですから、 YouTube 塔とニコニコ塔に行ってなんとかなりわいにしとるわけですからね。
これ今さやめたら生きていけないですから我々もということでもう一度アルマさんが発表ポイントいただきました。ありがとうございます。これがゲーム実況だ。みんなも入信しようね。はい、入信すると皆さん逃れられなくなるんでね、お気をつけください。よろしくお願いいたします。まやな、ありがとうね。アルマさん無理ないようにね。正直言うとアルマさん以外の人もこれに釣られてくれればいいなと思ったら、なんとアルマさんがもう一回くれるというね。お、ミシェラちゃんがシュレピッピ200ポイントありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうそう、これを狙ったんですけどね。ありがとうございます。これ の特攻隊長になってくれたアルマさん、ありがとうございます。そうです、ろくなもんじゃないですから我々は。ゲーム、ああゲーム実況ありがとう。シュレピッピ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 。こういうのって本当に寒いよね。でもやっちゃう。皆さん、ゲーム実況を信じなさい。そしてゲーム実況を見ればあなたも幸せになります。ゲーム実況、特にこのドグチューブ教に入ればあなたは救われます。最高ですか？最高です。さあ、お伏せも大募集しております。やめなさい、もう。ありがとうございます。いただきます。やめなさい、やめなさい、みんな。もうありがとうございます。本当すみません。ドグチューブ教、ゲーム実況するとゲーム実況するとやめなさい、もう。やめなさい。お布施三昧って言って申し訳ない。ありがとうございます。しょうがないよね、やっぱ。どうしてもこれ宗教、まあ、宗教と言われれば宗教みたいなとこありますから、好きでハマり込むっていうことを宗教といえばね。竹本さんもありがとうございます。すごいすごい、布施凛ちょがすごいな。あー、すごいすごい、布施凛ちょがすごい。すごい、布施凛ちょが、ウィッシュさん、ナシゴレンさん、アルチューエイさん、ありがとうございます。ゲーム実況するぞ、ゲーム実況するぞ、ゲーム実況するぞ、ゲーム実況するぞ。あー、ゲーム実況するぞ、ゲーム実況見るぞ、ゲーム実況見るぞ、ゲーム実況見るぞ。あー、ゲーム実況見るぞ、ゲーム実況見るぞ。あー、アルマさんまたありがとうございます。間違えた、もう。ありがとうございます。ゲーム実況見るぞ、ゲーム実況見るぞ、ゲーム実況見るぞ、ゲーム実況見るぞ。コメントするぞ、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 コメントするぞ。メンバーシップ入るぞ、メンバーシップ入るぞ。本当に僕この配信好きです。すみません、皆さんありがとうございます。ゲーム実況ドグチューブ派大僧侶ドグマ風見、ありがとうございます。すみません。まあでも皆さん安心してください。いろいろ言ってますけども、見てる人たち、特にスーパーチャットいただいた方、メンバーシップに入ってる方はですね、もう特に、信者です。ドグチューブは救われる。まあ、みんなが救われればね、幸せです。まあ、でもよく考えてください、よく考えてください。メンバーシップやスーパーチャットギフトでお金もらっている、僕が一番救われてます。ありがとう。ということで、教祖の皆さんありがとうございます。実は皆さんの方が教祖でした。ありがとうございます。すっごいな、ありがとうございます。負け猫さん5000ポイントもすいません、ありがとうございます。ミシェラちゃんさんありがとうございます。うわ、すごいな、これすごいよね。いや、堂本が大儲け、本当ですよね。もう
うっかりして生キャラメルを焦がした牧場オーナー田中義武やないか。800ポイントありがとうございます。すいません、お礼だけ言わせてください。竹ポンさんも500ポイントありがとう。そしてアルチューアイジさん、ナシゴレンさん、ウィッシュさん、いやすごいですね。あとアルマさんももう一度、ショッピングさんもありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。すいません、いただきます。さあでは、堂本が大儲けしたところで本当にありがとうございます。頑張って続きやっていきましょう。いよいよ第8章です。それじゃあ見ていきましょう。どうぞ。キリュウさん、キリュウさん。もう日本に着いたのか。ずいぶん深く眠ってましたよ起こすのが気の毒になるくらい。そうか、悪かったな。あ、それとさっき一番からメールがありました。パレカナの教祖に出くわしたそうですが、逃げられたって。アカネさんとラニはまだ見つかってません。進展があればまた連絡くれるそうです。分かった。ハワイのことは今は一番たちに任せましょう。俺たちはまずは病院です。そのために帰ってきたんだから。ああ分かった。なんかちょっと席がエコノミーっぽくてかわいそうやね。あと新幹線かなって一瞬俺も思った。南波さん。ああどうも。あのどうでした。ご本人も認識されていますが、症状がかなり進んでいます。正直こうやってご本人が直接通院されてきたことに驚いています。それぐらい体への負担は大きいはずです。尋常ではない精神力をお持ちなんでしょう。そんなに悪い状態なんですか。医師の立場としては今すぐ入院して療養に専念することを強くお勧めします。それが無理でもせめて在宅で安静にして療養するか。はい。でもきっと、ええ、はっきりとその意思はないとおっしゃられました。決めるのはあくまでご本人です。医師にその権利はありません。おそらくもう何度もやられてるとは思いますが、難波さんからも改めて療養を進めてみてはもらえませんか。何かのきっかけでお考えが変わるかもしれませんから。ええ、わかりました。失礼ながらあの方は自ら生きることを放棄しているように見えます。死に急いでいる、そう言い換えてもいいかもしれません。医者として正直歯がゆいです。あれだけ気丈に振る舞う精神力をお持ちなのに、一体何がそうさせているんでしょうか。本当なんでなんでしょうね。やだ、キリュウちゃん死んでほしくないね。やっぱりもうダメなのかな。お、横浜帰ってきたね。どうぞ。ここ一番の家なんです。汚ねえとこですみません。すぐにもっとゆっくり休める場所を探しますから。いや、そっちさえ構わなきゃここがいい。ホテルに泊まるより人目につかねえ。俺もう死んだことになってる身なんでな。そうでしたね。花輪さんからも言われてますよ。人前で呼ぶときは鈴木太一さんでって前にも使ってた偽名なんだ。気を使わせちまって悪いな。まあそんなことより
ねえ、桐生さん。ん？聞いた話じゃあんた、もう治療しないってことだけど、そいつはどうなんですかね。医学は今この瞬間も進歩してるし、もう少し粘ったって罰は当たらねえ。よかったら俺もいろいろ当たってみますよ。何か癌の新しい治療法とか。いいんだ、構うな。それについちゃ大道寺の連中も散々調べてくれた。俺なりに何もあがかなかったわけじゃねえんだ。せめて茜さんたちが見つかるまでは持ってほしかったんだがな。これからって時にガタが来ちまった。思い通りにいかねえもんだ。桐生さん、本当にダメなの？何とかならんか。珍しいな、キリュウちゃんパソコン絶対ぶっ壊すばっかなの。失礼しますよ。ああ、もしかして俺の出てる間ずっと調べ物してたんですか？ダメですよ。それじゃ何のために日本に帰ってきたんだか。どうにか春日たちの力になれねえかと思ってな、パレカナについて調べていた。収穫はねえけどな。ネットで分かりそうなことは、ほら、あのエイちゃんってのがやってくれてます。ここで桐生さんにできることはありませんよ。とにかくあんたは少し休まねえと。休めって言われても休めないよね。なんかわかる。無駄だよ、ナンバ。その人に何を言ったところでね。ん？お前は？客を連れてきしまいました。あ、大丈夫、信用できるやつですから。どうせ一人にしたらまた調べ出すに決まってる。不毛なことは承知の上でな。確かコミジュルの。ええ、孫妃ですよ。覚えてました？今はハンピン・リューマンも束ねる偉人町の顔役です。私はあなたと同じ日陰者だ。周りには死んだことになってる人間が他にも大勢いる。だから私と会ったところで大道寺の人間は気にしないだろう。なんでここに？病気の人間に挨拶させる手間を省いてやったんだ。それに裏社会での格はあんたの方が上で、こちらから挨拶に出向くのが筋ということにしておこう。あの俺がチクったわけじゃないですよ。こいつ桐生さんが来てることをあっという間に嗅ぎつけてて。そういや、この町の情報はコミジュルに筒抜けだったな。座ってもいいか？とりあえず万病の薬を持ってきたんだ。一応元看護師の身としてはおすすめできねえんだけどな。伝説の竜が起こしたあらば手ぶらで来るわけにはいかないだろ。今の桐生ちゃんの顔好き。なるほど、春日はよそ行っても相変わらずだな。自然と周りに人が集まってくるのはあの愛嬌のせいか？愛嬌ね。まあ言えてる。ああ、それがあいつの不思議なとこだ。見てるうちに何か力になってやりてえと思わせやがる。言いたかねえが、それがあいつの人徳ってやつなのかもな。それ聞いたらあいつ喜ぶだろうな。ん？
どうした？俺の顔に何かついてるか？なあ、キリュウさん、あんた一番好きな食べ物ってなんだ？なんだ急に。言い方を変えようか。今日人生が終わるとして、死ぬ前に何を食べる？最後の晩餐ってやつさ。おい、どうしたんだよその日。今のキリュウさんにそんな話。別に構わねえよ。けど、なんだろうな、死ぬ前に食いてえもんか。やっぱりね。普通はそんな時間をかけずに答えられるものだ。どういうことだ？あんたがいかに自分のために時間を使ってこなかったかがよくわかる。常に誰かのために生きてきたね。兄弟分の代わりに10年無所に入ったんだったな。え、そうなんすか。無実で親殺しの汚名を着てたんだ。で、その懲役中に消えた沢村由美を追い、その娘である沢村遥の成長を見届け、ここ何年かは彼女たちのために自分の死まで偽装している。だが本当の死が間近なら、最後くらい自分のために時間を使ったらどうだ？言ってることはよくわかるぜ、ソンヒ。その通りだ。俺もそう思うんだけどよ。はあ、なんであんたが俺にそんな気を回すんだ？コミジルの人間も似たところがあってね。かつて我々は人言派に忠誠を誓い、生きるも死ぬも組織に手綱を握られていた。その呪縛を逃れたはずのこの地でも、なかなか自分の人生を取り戻すことはできない。結局そのまま最後を迎えた同胞を何人も目にしてきたよ。彼らの上に立つ身としては寂しい限りだ。あんたは俺のボスじゃない。ああ、だがここは私の町だ。堂島の竜に不完全燃焼で死なれちゃ夢見が悪い。はあ、随分な言われようだな。そんなすぐ死にそうに見えるのか俺は。いや、そこまでじゃないんですがね。けどここは使命として休む、気晴らしするってのはどうです？多分その日はそう言いてえわけだろ。ま、そんなところだね。気晴らしって何をしろってんだ。じゃああんたなら何をする？ん？私か？なんだよ。いざ自分が言われたら何すりゃいいかわからねえってか。いや、そうだな。私はよくバッティングセンターで気晴らしをする。無心で球を打つんだ。大抵は半純義に生意気な口を叩かれた時。ああ、またそういうアクティブなやつはちょっとまずいな。今の桐生さんはとにかく安静にしねえと。よしてくれ。俺はまだそこまで弱っちゃいねえよ。なら、その言葉を証明してもらわないとね。ん？行こうじゃないか。今すぐに。この街にはいくらでもお楽しみがある。だがまずは一発バットでかっ飛ばすといい景気づけになるな。マジか。よし、わかった。俺も孫悲に乗りますよ。町に出ましょうや、キリュウさん。どうせ横になって休む気もないんでしょ。ったく参ったな。まだマッコリが残ってるじゃねえか。伝説の極道がケチなこと言うな。飲み足りなければこの先私がいつだって付き合ってやる。何年も組織のトップなんてやると、たまには対等に口聞いてくれる相手が欲しくなるわね。それにあんただって難波と二人じゃすぐに息が詰まるぞ。確かに言えてるな。あんたそりゃないでしょうよ。つべこべ言わず私も仲間に入れるんだな。
この町にいる限り異論は認めん。このパターンで仲間になるんや。まさかの桐生ちゃん横浜編。あ、そう、面白い展開やな。マジで。このパターンあります。うわー、すごい、このパターンあるんや。はあ。茨城のニードルってどういうことこれ。あ、じゃあ茨のニードルか。ソンヒって茨城県出身なんかなと思って、俺茨城のニードルって茨城の片田舎のヤンキーやっとったんかな。茨城のニードル、わしは茨城のニードル言われとったんやみたいな。今茨城県民を今ちょっと敵に回しましたね今ね。え、やばい。これジョブは？あ、そう。これジョブ戻されとるな、ホームレスに。なるほど。こんばんは、こんばんは。へー、パーティー2つに分かれます。面白いね。装備だけちょっと確認していくね。キリュウちゃんは素で、駆け出しのビニール。これね、ちゃんと作ったんですよ。こういうこともあろうかと。ズブ濡れアンブレラ。いいね。これと、なので、こんな感じか。キリュウちゃん一応ね、勇者の装備にしました。うわー、これはいい、楽しいね。すごい。やっぱ横山さんって天才やな。ちょっとソンヒちゃん、ちょっとこれ上来て。ソンヒちゃん、さあさあさあ、ソンヒちゃん一回上来て、いいから。ね、そうそうそう。で、さあ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 、ちょっとギュッとギュッとなりすぎちゃって、もうちょいもうちょい、ちゃちゃちゃ、違う違う違う、さあ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 、いいいいいい。ちょっとなんちゃんドカン、ちょっとなんちゃん邪魔な、おめえは。ちょっと、あー、うまいこといか、いやーいやー、よし、さあ行きましょうか。まあ良い子の龍が如くですからね。まあ、良い子の龍が如くっていうのは僕は否定したくて、どっちかっていうと龍が如くは悪い子のゲームですから。よし、うわー、これ嬉しいな。嬉しいね、マジで嬉しい。どうも、こんばんは。ちょっといいですか。はい、どうしたん。今、僕ら財布なくしちゃって、だからお金貸してもらっていいですか。そんな絡まれることある。ちょっと偉人町の顔役さん、この町の風紀はどうなっとるんですか。確かに。こんなチンピラのしつけまで押し付けるな。とはいえ、大事な客人がいるときにこれとは最悪のタイミングだ。本当にこの人たちは絡まれ癖がある。あんたが気にすることじゃねえ。ろくでなしはどこにでもいる。その通りだ。ねえ、だからお金出してってば。何ボケっとしてんだ。いいよ、もうやっちゃおうぜ。それな。キリュウさん、下がっててください。なんだと。言いたいことは分かってます。でもあんたは今こんなことで体力使っちゃダメだ。あんたのエネルギーはもっと楽しいことに使ってもらわには困るんだ。なるほど。ああ、それに言ったろ、この町にいる以上あなたは私の客人だ。この不始末は私がきっちり責任を取る。かっこいいな、ソンヒ。お前らってことで、やる気ならかかってこい。中年の意地見せてやら。よっしゃ、やっとやるじゃん。かかってきて。もう本当にこの人じゃ絡まれ癖がある。なんだこれ。あれ、キリュウちゃんもこういう姿に見えるの。キリュウさん、春日一番と能力が。そうじゃない。なんだ、何が見えてる。ん、そういえば
春日が似たようなことを言っていた。敵がモンスターに見えるだったら。激流ちゃんも。あ、それ一番が言ってたやつ。よくわからんが来るぞ。気をつけろ。気遣いには感謝する。だがてめえが売られた喧嘩を人任せにするのは趣味じゃねえ。俺も混ぜてもらうぜ。何？バッティングの前の準備運動だ。たく、無理せんでくださいよ。私の番。やばいな、キリュウちゃんがいよいよ妄想が見え始めんだってことは病状がかなり悪化してるんじゃないか。大丈夫かな、キリュウちゃん。うわ、めっちゃ覚えてるやん、この人。スプレッドニードル。強っ。頑張りますか。強すぎるだろう。なんちゃんもね、結構育ててはあるから十分強いと思う。あんま強くねえな。キリュウちゃん、大丈夫これ。寝てる。もうさすが。いいフォームやな。いいフォームやな。今までのやっぱ龍が如くの中でボーリングにもハマってたからね。ガドリングボール。いい、むちゃくちゃやなこいつ。そして敵も意外とやるな。カイロ2枚も取りやがったこいつ。やっぱ連続この熱気ブレス。なんちゃんは熱気ブレスと一緒にあれが好きだよね。鳩が好きだよね。みんな大道芸人のような。やっぱ小牧だな。小牧さん今回出てこないな。よし、ミスター。キリュウちゃんの師匠的な。フラッシュグレネード。まだミスター。うわ、ナイス。オーケー、よっしゃキリュウちゃん。このメンバー楽しいね。イエス。キリュウさん、大丈夫でした？ああ、ありがとうな。おかげで助かった。なんだか、逆に気使わせちゃいましたね。そんなことはない。本当だ。お前たちのおかげで俺も春日の見てた光景を見れた。うん、俺もあいつから話を聞いたときは分からなかったが、どうやら仲間と立ち向かうのが勇者ってやつらしい。これが勇者だけに見える景色なのか。キリュウさん、なんだよ、一番とあんたにしか見えない景色ってか。かっこいいじゃねえか、なんか。喧嘩相手が化け物に見えて羨ましいか。まあそれもそうだ。まあ何はともあれ気を取り直していきましょう。やったね。キリュウも春日の影響でバトル中のみにやった。これがやっぱいいよね。さあ来た。そうだ、キリュウさん、この近くにロマン製作所っていう武器とか生成してくる施設があるんですよ。ちょっと装備整えていきませんか。めちゃくちゃ腕のいい女の子を経営してる店です。え？僕セブン配信でプレイさせてもらった時には会社経営してこのねロマン、ここか、このねロマン製鉄所はね、製作所はマックスまで上げてむちゃくちゃ強い武器いっぱいね作りましたね。元気かな、名前なんだっけ。お、ギャンブラーナンバー。無性に腹が減る。わかる。わかります。カレーは食欲がなくても食えちゃいますよね。わかる。実は俺ねカレー作るの結構好きなんですよ。大量に作って1週間寝かせたカレーはコクが段違いなんです。わかる。おいおい、そんなに寝かせたらさすがに痛むんじゃねえのか。極上のコクと旨味を味わえるか、痛みに負けて腹を壊すか、
食うまでわからないギャンブル性のある禁断の料理ってところです。1週間やりすぎだよ。負けた時悲惨だからそのギャンブルはやめておけ。いい感じだ。すごい、なんちゃんとなんか一緒に仲良くなるの変な感じだね。いいね。どうもハワイ編でこの難波さんの絆が上がらないなと思ってたんですよ、ずっと。で調べると物語を進めると上がりますっていうので、まさか日本の横浜に戻ってきて桐生ちゃんとの絆が上がるっていうのは知らなかったな。面白いね、こういうことだったんだね。お、久しぶりに来た。おう、この施設か。あれ、ジュリズギアワークスに変わってるやん。あら、ロマン製作所もないんだって。え、そうだよ、アメリカの企業にヘッドハンティングされたんだって、あの子。俺結構1億円ぐらい出資したのにね。あ、そう。なるほど。お、すごい。要するにハワイのジュリズワークスの支店になってるってことだからね。いいね、ジュリちゃん。お、よかったよかった。じゃあジュリちゃんと同じや、ハワイと同じや。 PSO2 ファンタシースターオンライン2の CD 手に入れました。ジュリちゃん、いらっしゃいませ。あ、ジュリちゃんではないのか。まあそりゃそうやな。じゃあこれでまた桐生ちゃんの刀はないけれども、孫悲とかの装備を変えれるんだね。ナンバーがこれでもジョブできるのかな、日本でもね。ね、一応孫悲はいらっしゃいませ。ジョブ的には何なんだろうな。アサシンなんや。確かに菜箸が書いてあるもんね、絵に。アサシンの武器が菜箸なんや。なるほどな、菜箸か。確かにあんなんで目疲れたら痛そうやな。サンダーボルトニードル、サンダーバードニードル。これだからボルトニードルまたはアサルトニードルを買ってこなあかんね。なるほどね。ありがとう。まず買ってこようか。じゃあスカーレットニードル、菜箸痛いですよ、つつかれたらね。お、ありがとうございます。桐生一馬には主に女が寄ってくるか背中で語れる男で一番は多種多様な仲間。確かにいいよね。ありがとうアルマさん。大丈夫、そんなにいっぱいしのぎくれるけど。ありがとうございます。無理ないようにね。昔ね、いっぱい俺にしのぎくれとる人がおったんやけどね、なんかその人がドグマさんにしのぎを与えすぎてもう疲れましたって自ら離れてったことあるんで、無理せずにまた応援してください。ありがとうございます。嬉しいですけどね、アルマの頭。その昔僕にすごいしのぎくれてた人に最後に言われたのは、ドグマさんは500円または1000円ポッチですごく喜ぶので、あげ与えがいがありますって言われて、なんか複雑な気持ちになったっていうのありましたけど。何や与えがいっつって。アルマさんありがとう、無理ないようにね。よし、さあ行きましょう。はい、与えがいってどういうことや。いっぱいあるね。 VTuber の人が好きだった人みたいですけどね。お、すげえゴミの山だな。街中にこんなのがあるとは。あ、キルさん、気をつけてください。ん？気をつける？こういうゴミ山には動物が潜んでることがあるんです。俺もホームレス時代にここでアライグマと鉢合わせしました。ラスカル？あいつ意外と凶暴で強いんですよ。ギリ勝ちましたけど。ギリ。こんなところにもアライグマがいるなんて驚きでしょう。ねえ、俺はお前がゴミをめぐってアライグマと勝負してた方に驚いてんだが、よし、オッケー、来た。どんな話やねん。アライグマラスカルの歌ってなんとなくさ、
ミュージック思い出せるけど歌詞が何にも出てこないよね。ヤンボーヤンボーチンボーチャーシーチンボーって言ってもったちょっとごめんごめん、お思いっきり言ってまったわ、思いっきり言ってまったわじゃあヤンボーヤンボーヘイホーヘイホーって言おうと思って思いっきり言ってまった、ごめんごめん失礼しました。ヤンボーヤンボーヘイホーヘイホー、ヤンボーヤンボーヘイホーヘイホー、ヤンボーヘイホーホーみたいなやつだよね。ごめんごめん、思いっきり言ってもった。なんとかかんとかはロックリバーへなんとか行こう。いや、そういうわけではないんだが。DVD 見たいの？先日ハンジュンギが大量にレンタルしてきて、ハンジュンギが見たいドラマを置いてる店をようやく見つけたとか言って、はあ、あいつあれちゃんと返したのか？モニターの前にあったような優秀なやつなんだが妙に抜けているところもあるからな。ハンジュンギ可愛いね。意外とカホバなんだな。あいつもそこまで間抜けではないだろう。甘やかすつもりはないんだがな。そういうところも含めてお互い支え合えてるんだろう。まあ念のため返却期限は確認してやってもいいかな。まったく世話の焼ける。いい感じ。うわーちょっと楽しいねこれ、やばい、聞いてまうわ。ごめんごめん、ちょついついさ、だってここにいっぱいあるもん、こんだけ分聞けるんやろ。これごめん、聞いとったら今日終わってまうから急ぐね。はい、じゃあストーリー進めちゃいます。ほんまね全部聞いてたんやけどね。あれタクシーがないな。これだから歩いて行けってことか。スマホ使ってタクシーをやっぱ呼べないから歩いて行きなさいよってことや。これこれは全部聞きたくなるよね。はいほーはいほーへいほーへいほーはいほーはいほー。あー好き、コミジュール好き。コミジュールじゃないわ、ソンヒ好き。ソンヒ可愛いよね。キリュウちゃんの勇者のこの衣が一番と違ってちょっと衣装が違うとこがいいんだよ。許せねえ。 OK ジャスガー。やっぱナンちゃんレベル上げといてよかったな。多分ナンバのレベルに合わせてくれて、ソンヒもキリュウちゃんも上がっているんじゃないかね、なんとなく。あレベル上げといてよかったですね。ただなんとなく、まあなんとなくなんだけど、この雑魚敵ももしかしてこっちのレベルに合わせてレベル上がってる可能性もあるね。ね、全部かどうか分かんないですけど、ロマサガみたいな感じで。ハワイ編はねそんなことなかったですけどね、横浜はそういうのあるのかな、もしかしてね。お手でサディスティックヒール来た。左坂盛り仕様がねちょっとわからないですけどね、もしかしたらそういうのあるのか。もうやってる。お、これ多分ジョブだな。アロハッピーツアーズの日本支店かな。どうぞ。そう、一番たちがハワイで使ってる旅行代理店、まさに同じだな。ジョブ変えれますよってやつだろうね多分。なんでアロハッピーがここか。上手にできとるね。あとこのね横浜とハワイに自生しているというねこの危ないハーブ、これは皆さんどんどん集めていった方がいいですよ。そういえば芸能界に蔓延されると言われている。情報番組の占いコーナーで、うん、私の今日のラッキーカラーはピンクだと言っていたな。孫妃はそういう占いを気にするんだな。別にいつもチェックするわけではないんだがな。しかし一度見てしまった以上は多少気になるというか。まあその気持ちはわからないでもないな。だがピンクの小物のような可愛らしいものは持っていないし、今日はラッキーになれそうにないな。鏡を見たらラッキーになれる気がするが
いいことありそうな髪の色だ。え？あ。よし。もう付き合っちゃえよお前ら。なあ、もう付き合っちゃえよもう。キリュウちゃんももう最後かもしれんからいいよね。物は試しだ。あ、キリュウちゃん。あ、キリュウちゃんもジョブできるよ。うわ、あ、キリュウちゃん若いな。これどうしようね。キリュウちゃんかどうか分からへんな、これ。いいわ。いいわ。これちょっとキリュウちゃんアクションスターにしようか。似合うね。これ一番いいな。でもこっち横浜ですから。うわ、もうこれ遊んでまうな。これ堂島の竜、これいいね。キリちゃんこれやな。気分を変え、堂島の竜でこれ。キリちゃんで言えばこれですよ、やっぱり。どれにしようかな。でナンバーは一旦マリンマスターかなり覚えとるもんな。まあ、一旦戻そうか、ここに。俺に似合うの。チョケとるな。ソンヒちゃんはアサシンの、まだアサシン育っとるな。サディスティックヒールまであるよ。いろいろ試してみよう。ならこれでしょう。まさにこれでしょう。角一でしょ。あらっ、いろいろ試してみよう。ドスケベ来ましたね。見てください僕の顔。これゲーム実況一生懸命やってますね。見て、メガネの中におっぱいみたいなのが2個ある。これソンヒちゃんの胸がメガネの中にあんのかなと思った俺も。すごい奇跡ですね。これはもうしょうがないよ。だってみんなこれ見たらそういう風になるよね。これ入りましたね、これ。はい、誰かキャプチャーしといて。これドグナマカードゲームにします。はい、キャプチャーしといて。はい、じゃあもうナサシンでいこうか。いいね。ってなると、そうね、どれにしようかな。となんちゃんワイルドダンサーで打たれ弱いか。意外とガンマン好きやからガンマンに行こうか。どうだ、オッケー。俺に似合うのどれだ。で技ね、これ継承できるんですよ。でキリュウちゃんのやつは小牧さんのやつを持ってこうか。 FF5 のアビリティみたいなことできるんですよね。いきなり酒盛り、こっちはなしか。あー、これスケベやなおめえ。これならまあこんな感じかな。はい、ってなると装備がこう取り上げてもいいよね今んとこ。ちょっと返して返してって受けるな。だからキリュウちゃんはちょっと返して。よし、富澤が装備中ってどうやって富澤から、ハワイにおる富澤からもらうんやろうな。まあそこはゲームですから。でなんちゃんもハワイの足立さんからもらう。で、ソンヒはコンバットナイフ94。コンバットナイフの方がいいのか。これでいいか。はい、いいですね。なんか適当にこの辺も装備しとこうか。
ようわからんけれどもね、国道要請最大 HP100 減少、やばいなそれ。この辺も適当に装備しとこうか。安全 MP 安全ブローチ、もっとまともなないのかな。こんなんもやりだしたら切りないぐらい面白いね。よし、これでいこうか。一回バトルしてみよう。今ちょっと歩いてきます。ちょっとこれも取っていい？絆揚げ得度ね、新しいジョブもね、なりやすいのですごい楽なの。焼きそばの香りがすると不意に夏祭りを思い出すな。わかる、祭りなんて長く行ってねえな。行きたいね、夏、懐かしい。夏だけ屋台で遊んだりするのか。まあ私もそんなに行くわけではないが、金魚すくいが得意だった。どの魚が油断しているか一目でわかるんだ。そいつの動きを見極めて最低限の動作で仕留める。何匹でも救うことができるぞ。金魚が欲しくなったら言ってくれ。コミジュルの総帥に目をつけられたら金魚もお手上げだな。では金魚が必要になったら孫妃に出張ってもらおうとしよう。いい感じだ。ちょっと孫ちゃん好きになっちゃうねこれ。孫ちゃんって言うと悟空みてえやな。ここのカレー屋はうまくてよく繁盛期と来るんだ。カレー食べたい。ただ店主が食事中に何度も何の追加を進めてきてね。こういうカレー屋ではよくあるよな。一度断ったら目に見えて肩を落としてしまった。孫ちゃん以来どうにも断りにくくて毎回つい頼んでしまう。そんな食えねえだろ。案外お人よしなんだな。そりゃ腹も膨れるだろう。とはいえ多いものは多いからほぼ繁盛期に渡している。いつもはち切れそうな腹で店を後にしているよ。そのせいなのかあいつはここに最近来たらなかな。そんな食えんから、ね、絶対そのせいだろ。よし、なんてさ、おかわりどうですかって言っても意外と1枚食べるとお腹いっぱいになるよね。またあれ水吸って膨らむやろうからな、腹の中で。おいてめえ、ちょっと邪魔しんといてよ。あんたら私これ聞きたいんやからね。飯を食うと何でも高級焼肉の味に感じるっていうライフハック知ってます？ホームレス時代に先輩から教えてもらったんですよ。何ライフハック？それはライフハックなのか？聞いたことないか。まあ嗅覚をフル活用して匂いをおかずにする技っすね。すごいな。他にもカレー屋やうなぎ屋でも応用ができます。いやいやいや、100歩譲っておかずになるとして店に迷惑がかかるんじゃないのか？なのでギリ迷惑にならない近場の公園探して食ってました。いやいやいや、やってることはあれだが一応マナーってもんはあるんだな。いい感じだ。いい感じだ。まあ確かに匂いはおかずになるって言うよね。よし、戦います。やる気か。ダクト飯。あらあらあら、すごくいい。これはいいですね皆さん。これもめ、はっきり言うわ、もうケツ丸出しやねえかおめえ。横山さん、ケツ丸出しです。もう龍が如くだから好きさ。孫妃ケツ丸出し、ケツ。すごいなぁ、丸出しケツですよ。シェイシェイ。キリュウちゃん、堂島の龍なのになんか複雑やなこれ。カンフー使っとんのね。おー、いい。あ、くそ、遅かった。ケツ丸出し、オッケー。すごいセクシーで孫妃ちゃん水着いいなと思うんですけど、ちょっとね、僕の好きじゃない水着ですね。このなんていうの、この水着あんま好きじゃないな。分かってくれる？このなんていうの、完璧に陽キャが着る水着じゃんね。もっと普通のやつがいい。これ着るのなかなかですからね。もっとこう通常のがいいな。まあそれ好き好きですけどね。なんか自己顕示欲の強そうな女性が着そうな勝手なイメージだけど。
あんまり嫌やな。やっぱこう港区系のボートクルーザー持ってないとダメみたいなね、勝手なイメージですけど、そういうのありそう。そろそろ歯磨き粉を買い足さないとな。あ、でもそんなに安くなってないな。買わなくていいのか。たまにセール対象になるんで、それまで待ちますよ。歯磨き粉は限界まで絞ればあと数日はいけるんで。安くなる頃には今のチューブは紙みてえな薄さになってそうだな。よし、こんな細かい話あるんだ。次、これね、絆上げとくとね、かなりいいんです。わー、一個取ってない。これまた後でやっとくわ。こことここはまた後でやっとく。いや、でも今日やっといた方がいいな、これ多分。横浜編すぐ終わる可能性もあるからね。ちょ、ごめん、聞かして。やっちゃうわ。調子いいぜ。マッサージ店行きたいな。腰が凝っちまって、俺強めの指圧が好きなんですよね。痛いくらいが効いてる気がして。強めの指圧か。それなら俺がマッサージしてやろうか。やったことはねえが、強く押すのには自信があるぜ。あ、いや、腰が再起不能になりそうなんで遠慮しておきます。そうか、残念だ。いい感じだ。オッケー、いい感じやな。絆がね、解放されてないと慣れないジョブとかあるんですよね。しゃ、考えてあるな、マジですごいな、このゲーム。みんなもやりなね。OK。 イエス。キリュウちゃんの世間話全部聞いてます。あと1個取っちゃうね。あの後何か進展あった。何見てんだよ。やってやる。やっぱ日本の街に来ると龍が如くって感じするね。サマーイもね、とてもいいですけど、まあこう身近な感じがいいよね。キリュウちゃん休まなあかんのにガンガン動いとるけど大丈夫なのかな。まあ大丈夫か。じゃあぬるぬるロケットで、ね、すげえ攻撃。風呂場で一回やってみたいやつ。うわ、強いなこいつらも。キリュウちゃん強いよ。キリュウちゃん後で着替えようか。堂島の竜もいいけど、こうなってくるとやっぱカンフーの格好させたくなるな。OK。 ね、一番慣れてるとキリュウちゃんのね、格好良さもいいよね。キリュウちゃんの今までのさ、白スーツでヌンチャクってちょっとかっこいいな。オッケー、ジャスが入った。わちゃー、損費強。オッケー、ナンチャンがちょっと危ない。サクサクだね。いきなり尻見せ。オッケー。損でな、これでいいか。そろそろメガネケース新調したいな。ん？使ってるやつが壊れたのか。あ、ええ、実はおしゃれなメガネケースに目がねえんすよ。あ、あ、ああ、違います。ダジャレじゃなくて偶然かけちまっただけで。あ、メガネだけにかかったと。あ、言い切る勇気は買わせてもらおう。そんな勇気売りたくないっす。よし。すごいな、なんかナンちゃんと仲いいの、なんか微笑ましいね。すごくいいね、なんか二人が。よし、行きます。何見てんだよ。あー、変化どうしたか。後悔するなよ。やるか。こうなってくるとサッちゃんはいつ加入するんだろうね。
かっちゃんと半純義はどうなるのかな。半純義はだって孫悲といつも一緒におるわけだから、この後加入するんじゃないか。いや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 、予想ができん。よっしゃ、オッケー、ナイスイング連携。はい、死んだ勝手に。こすりつけ、まずいですよこすりつけ。ちょっとマットプレーやめて、マットプレーやめて、マットプレーよしてよ。もうまだ強くなれるだろう。大人の渋みが出てきたぜ。まだまだ素直に喜ぶ。アブラタニさんって昔あったな。ちょっとこれをごめん変えようか。なんちゃんが守備力がやばいな。でも一番今これがいいんだよな。しょうがない、なんか守備力上がるのにしようか。何もないな。何もないな。じゃあもうこれでいいか。よし。OK。孫悲かわいいね。ね。本当だよ。孫悲が今の攻撃を受けたかったよ。受けたかったというか、孫悲が今の攻撃をしてきてほしいよ。わ、あれちょっと強い敵やな。行ってみるか。いや、ごめん。行ってみるかと言いながら、ごめん。あっちに。今何時？今何時？あ、よ、まだよかった。今日ね、11時で終わりです。で、月末なので、メンバー限定の月末、株主総会11時から1時間半やりますんで、よろしくお願いします。11位で終わりです。そういえば難波は看護師だったんだよな。次は金曜日になります。資格を取るのは大変だったろう。そうですね、臨床実習や試験勉強いろいろ頑張りましたよ。ちょうどここみたいな本屋で参考書買いまくってたな。立派なことだ、真面目なんだな。ただね、つい漫画も一緒に買っちまってさっぱり勉強進まなくて、あの時期の漫画は全部読んでたかもしれねえな。真面目なんだか不真面目なんだかわからんな。いい感じだ。しゃあ、どんどん来てるね。寿司屋か、たまには回転寿司に行くのもいいな。孫悲が好きな寿司のネタとかあるのか。いろいろあるが、回転寿司ならサーモンが一番だ。ああ、俺と一緒。乗っている油もくどくなく、まろやかに甘みがいい。なるほど、確かにうまいよな。ちなみに2番目は炙りサーモンだ。いやいや、本当にサーモンが好きなんだな。よし、すごいね、ソニーサーモン好きなの。絆が深まったぜ。お、来た。ソニーサーモン買ったらなかった。ちょっとここ危険メーターが高まってきたね。あんまりあんなにレベル上げたのに敵強いかも。ナンバは酒には強いのか。いや、そんなに強くないんすよ。あんまり顔は赤くならないんで強いとか言われるんですけどね。すぐに眠くなっちまうんで、電車で寝ると大変なんですよ。大変？高確率で終点で降ろされるんです。昔飲み会ラッシュの時期は諦めて終点まで定期買いましたね。そりゃまた賢明な判断だな。いい感じだ。すげえ、この町めちゃくちゃ絆たまるな。またある。おお、この店ではレシピ本がベストセラーなのか。孫悲は料理もするのか。まあたしなむ程度にだがな。ただ私は少々辛く味付けをしすぎてしまうらしい。部下に振る舞ったらみんな顔を赤くしていた。相当辛いな。なら先に半純義に味を見せたらどうだ。確かさせて、この結果さ。あいつめ、
気を使ってうまいと言いよってうわそこ見てみたいな、そのシーン。参謀の気遣いがあだになっちまったのか。なら俺が今度味見してやろうか。キリュウちゃんダメ、おかげでガンになったからダメ。遠慮なく感想を言うぜ。あんたいっぱい食べたでしょ。キリュウさんに味見、それはむしろ本番では。ん、本番？いや、なんでもない。今日はちょっとベストセラーを買って帰ろう。ん、よし。あれちょっとソンヒちゃん、キリュウちゃんのこと好きじゃないのこれ。あれあれちょっと、ヒンソちゃん、あなた、チリュウちゃんのこと好きじゃないのこれ。かわいいね。やっぱ聞きたくなっちゃうな、この話ね。惚れてるんだよね。あ、ごめん、みんな見て、俺の友達、アニメチックアイドル、ももちみなみです、これ。アニメのズラかぶった、まあ、ズラって言っちゃった。シェイ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 。調子出てきたぞ。キリちゃんカンフー、シェイ。よし最後だけジャスが。いやすげえ、どうやって撃っとんねん。おガードしてる、やるな。頑張りますか。しまったな、キリュウちゃん堂島の竜じゃないからスタイルチェンジできへんな。堂島の竜に戻すか。確かに堂島の竜の方がいいな。いってえ。やっぱガードしてるな、入らん。こっちから落とそう。意外とね、堂島の竜の専用ジョブがめちゃくちゃいいんだよね。なんとなく今カンフースターにしてみたものの。OK。まずで戻そうか。キルちゃん堂島の竜がいいよね。お、カザミン好き。シャムさんありがとうございます。メンバーありがとうございます。あの紫色のやつはね強いんだよね。ちょっとここのパートはレベル上げていってねって感じかもしれんな。あんなにハワイで上げたのにね。うわここ強い敵ばっかじゃん。ハワイで浮かれてるやつより日本の敵の方が強いのかな。調子乗ってたね。勝ち行こうぜ。私の番。キリュウちゃんお着替えできるとこあったら着替えよう。出番やきつい。オッケー。手加減はなしだ。押しないっす。あー死んでないか、クソ。頑張りますか。オッケー、なんちゃんが強え。オッケー、サクサクですね。さあ着いたで。まだでもこのハートマークいっぱいあるね。なんとか取ってから終わらしたいな。ストーリーいきます。あでもここ先出ちゃった。先行くわ。チラシ見てるとどっか旅したくなりますね。なんだ、行きたい場所があるのか。場所っていうよりもでかい滝とか見に行きたいです。ああいう迫力あるの好きなんですよ。100メートルの滝とかすげえんだろうな。せっかくだし滝を見るついでに撃たれる修行でもしたらどうだ。100メートルクラスともなればきっと煩悩も吹き飛ぶぜ。意識も吹き飛びそうなので遠慮しときます。いい感じだ。なんか2人が仲良くなっていくのがなんか嬉しい。よしじゃあ行きます。お、来た。本当はここでジョブする感じかな。そう、ハワイで使いました。うん、やった。もうジョブしてます。フォトラリーキャンペーンもありますよ。かいいよ。日本でもやっぱあるんだね。フォトラリーを15枚取ると結構ね、いいもの、いい武器とかもらえるんだって。もう探すの結構大変なんですよね。キリュウちゃん、じゃあ着替えちゃうわ。物は試しだ。もうね、まあ、や
あ、キルちゃん、これはいいな。スタイルチェンジできるから、ほんと強いもんね。じゃやっぱ、いつものにする。キリュウこれだな。何を選べばいいんだ。これ以外考えられないもん。いつでも戦えるぞ。よし、行きましょうか。ね。さあ、バッティングセンター行こうか。うわー、ちょっとごめん。こうやって拾っていってバッティングセンター行っていい。これ仕方ない、もうどこまで横浜編があるかわかんないから、拾えなかったこと考えると嫌だもん。実はもうすぐ終わっちゃいます。あとでもいくらでも拾えますならいいけど。目的も決めずにフラッと電車でどこか行ってみたいっすね。ほう、それも楽しそうだな。やってみるか。お、乗ってくれますか。それでどこに行きます。おいおい、だから目的地は決めないんだろ。ああ、そうでした。やっぱ何か決めないと落ち着かないのかも。まあ、それもいいんじゃねえか。お前の性分なんだろ。行きたいところを決めてみんなでゆっくり行けばいいさ。それもそうですね。でもその時は桐生さんが必要。何今の。よし、びっくりした。何？怖っ。あのね、あのマークはむちゃくちゃ強いボスです。逃げよう。今やっても多分ね、勝てないですね。孫悲は休みの日には何をやってるんだ。やめよう、連カウントしないも絶対いい。まあ休みなどあってないようなものだが、な、やばい。最近は時間が合えば格闘技の観戦をしていたりする。絶対負けるか。体の動かし方など参考になることも多いんだ。ちゃんと仕事につなげてるとは立派なもんだな。ただの道楽さ。プロレスなどで技がバシッと決まった時は実に気持ちがいい。あれはなかなか癖になるな。プロレスか。そういえば俺も昔は子供を喜ばせようとしてドラゴンマスクと名乗ってプロレスをしたことがあったな。さすがカズマ。懐かしいぜ。それはそれは。さすがキリュウ。どうした。え、なんだドラゴンマスクって。いい感じだ。だから キリュウやからドラゴンマスクじゃないの。しゃ、まあ龍の字が違うけど。じゃあぐるっと回ろうか。外へこう渡って遠島の龍。ここも取っていこうか。あー、これ横浜編もゆっくりやりたいな。いい調子だな。横浜編もちょっとプライベートでやっといていい。この辺り。桐生さんって教師とかも結構似合いそうですよね。そうか。ええ、教え子のヤンキーがチンピラにさらわれるんですけど、そいつが囚われてる倉庫に乗り込んで暴れる桐生先生。目に浮かびますね。お前の教師イメージは何十年も前で止まってそうだな。よしよし、かなり集まったよ。ほら、よく分かってきた。よく分かってきた。で、次はごめんね、これやっつけとくわ。うわー、紫や。やべえ、逃げよう。あー、写真スポットあるな。後にするわ。マジか、あんなレベル上げたの敵強えな。ねえ、やばいかも。あんなにレベル上げたのにね。ここでまたレベリングいるのかも。
じゃあラッシュスタイル、はい、接近ボーナス、オッケー、ダウン攻撃、オッケー。じゃあ休まなくていいのかな。休め言うてんねんけど。頑張りますか。オッケー。OK、ナイスガード。あ、これバックアタック扱いにならない。手加減はなしだ。イエス、出番が来た。イエス、うわー、タイミングむずい。 OK、 まだ強くなれるとはね。遠島の竜の方がいいっすね。取っちゃいます。学校を見ると学生時代を思い出すな。難波は得意な教科とかあったのか。得意かは分かりませんが、理科とか好きでしたね。液体窒素実験とか面白かったっす。バナナを凍らせたりとかして。やったね昔。ああ、バナナで釘を打つんだろ。実際に打てるもんなのか。あれね、やるとね、俺がやった時は釘に打ちつけたらバナナの方が砕け散りました、ね、バナナ砕けちゃうんだよね。そのバナナがすぐ溶けるんで、体中バナナの香りで過ごしました。そりゃまた楽しい学園生活だな。やった学校でバナナで釘を打てるのか。いい感じだ。絆が深まったぜ。バナナがすぐ折れちゃうんだよ。バナナが折れるか、冷凍が足らなかったみたいで、あの釘がバナナにめり込むか。ならないじゃんって言ってたわ。次。そういえば、ソンヒはどんな音楽をよく聴くんだ。固定したジャンルではなく、いろいろ聴くぞ。昔の曲もな。カムロ巡恋歌とかは最近のお気に入りの曲だ。カムロ巡恋歌は俺も好きだぜ。あら。今度デュエットする。あれ、キリュウさんとデュエットか。それもいいな。ではボイストレーニングに通うので少し待ってもらえるだろうか。いや、めんどくせえな。え、いや、歌手デビューしろと言ってるわけじゃねえんだが。ソンヒは完璧主義なんだな。まあそういうことにしておこう。まあ下手なんだ。よし。ソンヒちゃん、もうキリュウちゃんのこと大好きじゃん。キリュウちゃんはすぐに、ここだけ行こう。キリュウちゃんすぐに女にモテるね。キリュウちゃん女にモテるんやけど、その女のこと添い遂げらないよね、いつもね。そういうと結構じゃん。今回ソンヒちゃんとうまく命を落とすんだったら、落とす前になんとかならんかね。なんとかならんかな、キリュウちゃん。死んでほしくないな。来た。外食するといつも同じメニュー頼んじゃうんですよね。冒険するよりも失敗したくないっていう気持ちが勝って。まあ気持ちはわかる。だが挑戦する気持ちを忘れちゃダメだぜ。俺もたまには新しいものを食おうと思ってな。シェフの気まぐれ創作料理っていう新しいメニューを頼んでみたんだ。おお、さすが桐生さん。で、味はどうだったんです？震えるほどまずかったな。そんなことあるの？二度と食うことはないだろう。失敗してんじゃないですか。いい感じだ。来た。よく分かってきた。これでなんちゃんとの絆もめっちゃ上がってきた。23まで上がってきた。でこれ OK だね、はい、今のマークもなくなったね。はい、これでマークはこの辺だけだな。ここは後回しにしようか。こっちにもあるけど、ここ後回しにして、じゃあバッティングセンター行きます。このテンポいいっすね今回。横浜将来住みたいな。いいな。東京も近いし、でも横浜って東京並みに値段が高いって聞けるね。川崎とかあの辺がいいっていうね。邪魔すんじゃねえよ。治安が一時期悪かったから今はいいらしいですけどね。
だいぶ値段が安いなってきます。強っ。イエス。ね、敵強くない？これまた次回までにレベル上げいるぞ。これ相当いるな。敵強いわ。横浜いいよね。ちょっと憧れがある。やっぱり最も危ないデカのせいやろな、横浜に憧れがあるのは。よっしゃあ、出番が来たな。問題どうし出てきたぜ。けい、大人の渋みが出てきたぜ。ついた。キリちゃんバッティングセンター好きやな。来たバッティングセンター。あ、普通にやるんや。普通のバットしかない。じゃあまあ初球からかな。いいねこういうの。よし、キリちゃん楽しんどるな。カットバス。どう？おい、よし、イエス。オーケー、うん、わしはまだまだやれるぞ。オーケー。まあ初球ですからね。オッケー、内角低め、うん、こんなにホームランってさ気持ちいいだろうね。あー、カットボール引っかかった。いやー、いかん、早すぎた、むずい。十分でしょ、でも。オッケー、だいぶ思ったより引きつけないといけないね。バッティングセンターでホームラン打ったことなんか今まで1回ぐらいしかないな。ある、みんな。よし、意外と出ないよ、本物のバッティングセンターね。内角いっぱい、内角いっぱい、うん、しゃー、最後もホームランで締めたい。外、全然ダメ。まあ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 。なんかがっくりしとるけど、その悪いの？これ、え、嘘、孫悲たちにランク B かよって言われる、マジ？え、あんまり？いや、お見事でした、桐生さん。ナイスバッティング。なんかあんまり褒められてない気持ちだ。体大丈夫ですか？ああ、平気だ。すっきりしたぜ。確かにいい気晴らしになる。ありがとな、ソンヒ。おかげで楽しかった。何を言ってるんだ？これだけで満足してもらっちゃ困るな。まだまだこんなものじゃ済まさんぞ。ああ。それに桐生さん、なんだか顔色が良くなってるよ。なんでだろうな、不思議なもんですね。さあ次は何をしようか。そうだな、なら何かうまいもんでも食いながら考えるか。いいっすね。何食いたいですか？腹が膨れたらカラオケもいいな。道島の竜はなかなか歌を聴かせるって噂だ。まあ話半分で聞いてるが。それはいつの話だ。しばらく本気の歌を誰かに聴かせた覚えはね。話半分かどうかその耳で確かめてもらうぜ。調子が出てきたね。どうかしたか？あの、キリュウさん、エンディングノートって知ってます？エンディングノート？いや、初めて聞くな。思いっきり大まかに言うと、お手軽な遺書って感じです。
残された家族とか友人へのメッセージとか、後々面倒になる遺産周りのことを書いておいたり。それは遺書とどう違うんだ。同じに聞こえるぞ。遺書と違ってエンディングノートには法的な効力がないんです。だから本当に個人的なメモ書きみたいなもんで。なんだそれは。なら書く意味ないじゃないか。いや、お手軽だからいい面もあるんだよ。遺書にせよエンディングノートにせよ、そういうもんをしたためるってのは人生の終わりを強めに自覚してるからだと思うんです。まあそうだろうな。そういう心持ちの時に、自分がいなくなった後のことじゃなくて残りの時間をどう使うかを考えるのに、エンディングノートはおあつらえ向きなんです。これまでの人生を振り返りつつ、心残りであったりとか、実はやってみたかったこととかをエンディングノートにバンバン書き出すんですよ。そんでそれを片っ端からどんどんやってみる。なるほど。心残りのチェックリストみたいなものとして活用するわけか。そういうこと。キリュウさん、ソンヒも言ってましたけど、あんたもうちょい自分のために時間を使った方がいい。残された時間がわずかだってんならなおさらだ。あんたが療養に専念する気がないって言うなら、それはキリュウさんの意思だ。俺はそれを尊重します。でもそこまでして果たしたい何かがあるなら、それに集中できる環境づくりも必要でしょ。何抜線で汗流しただけでも顔色がだいぶ良くなってる。キリュウさん、あんたは自分を押し殺してるだけで、本当はやりたいこと、やったら楽しいことがたくさんあるはずなんだ。それが何なのか考えてやってみることは時間の無駄なんかじゃない。むしろ桐生さんをベストコンディションに持っていく最善の手だと思う。元看護師として請け負うよ。ああ、確かにいいかもな。エンディングノートか。一つやってみるか。え言い出しっぺはお前なんだから、いろいろ面倒見てくれよ。ええ、それはもう。じゃあ早速始めましょうや。なんかもうやっぱ死ぬのかな。やっぱりなんかこういう楽しい思い出をゲーム内で桐生ちゃんのパートで楽しいって思わせといて、やっぱ死ぬのかな。もう嫌やな。もうなんかそう考えてまうと嫌やね。就活感というか、なんかなんかさ、急に亡くなるのも悲しいけど、亡くなるって分かっていてそこへ向かっていくのもまた悲しいよね。まあでも我々ゼロの時代からね、スピンオフもやってますから、最後の桐生ちゃんをみんなで見届けよう。どうなるかまだ分かんないですからね。亡くなるとしても見届けましょう。そうね。切ないな。なるほど。積極的にね、上げていこう。これはエンディングノートか。桐生ちゃんのお、やった、ムービーですね。見ましょう。うん、今思いつく限りじゃこんなとこか。いいですね。結構あるじゃないですか。カラオケで熱唱いいですね、いいですね。うまい酒を好きなだけ。あんまりおすすめはしたくないですけど。寿司銀で卵を腹いっぱい卵好きだったんですか。このなりで卵ばっか食うのもな。
いい店だからカッコつけちまったのを思い出したんだ。いいですよ桐生さん、まさにそういうこと、まあ、思い返してみればこうだったとか、よくよく考えたらこうしたかったとか、そういうのをバンバン思い起こしてやっていきましょう。どれどれ、他には若者に流行りのスイーツってやつを食べてみたい。ありったけかけって言ったのはお前らだろう。あ、すいません、いや、あまりに予想外のが続いたもんね。いや、すまない、笑い物にするつもりは毛頭ない、むしろ少しときめいてしまった。なんだそりゃ。でもマジでいい感じですよ。いや、これはやりがいがあるし、もうちょいみんなでワイワイやりたいもんだな。あ、なら欠かせないやつが一人いるな。ん？桐生さん、これからキャバクラどうすか。ノートにはその辺書いてなかったっすけど、あんまお好きじゃ。バカ言え、これから書くところだったんだ。じゃあ決まりだ。もうその日お前もいいだろ。ふん、女だっていい女は好きなんだ、もちろん付き合おう。よっしゃ、じゃあ行きましょう。何このパート、めっちゃ楽しいやんか。ちょっと桐生の、メインメニューにエンディングノートが追加され、桐生の覚醒度が確認できる。あ、じゃあ好きなことをやると、エンディングノートに書かれているような好きなことがやると覚醒度が上がり、能力がなんかアップするのかな。エンディングノートと覚醒度、エンディングノートを進めると桐生の覚醒度心技体が高まり、ジョブ堂島の竜の各スタイルと状態以上体制が強化されます。結局キリュウちゃんやりたいことやるとあれなんやな、こう格闘の方にこう反映されるんやね。さすがキリュウちゃん、堂島の竜ですね。フルーツポンチ腹いっぱい食べて、やっぱこの堂島の竜が覚醒するってさすがですね。キリュウちゃん本当に死ぬのかな。結局はね、喧嘩が強くなるっていうね。すごい、さすがですよ、やっぱカラオケして。さすが桐生ちゃん、大好きみんな。エンディングノート中には、未練ミッションという桐生のやり残したミッションが書かれています。未練ミッションをクリアすることで覚醒度を高めることができます。ミッションにはメインメニュー、エンディングノート、未練ミッション。うわ、未練ミッション全部やりたいね。これはやばい。ちょっと横山さんはもう天才だ。なんでこんな面白いゲーム作れるのね。やばい。まあでも横山さん死んじゃうんですか。キリュウちゃん死んじゃうんですか。もうやだ。見てみようか。もう悲しくなってきた。うわ、エンディングノートある。エンディングノートある。記憶ダイアリー。ああ、なんかいっぱいあるよ、記憶ダイアリーって。偉人通りに行ってみるか。浜北公園通りに行ってみるか、中華街に行ってみるか、浅焼け橋に行ってみるか。うわー、今はまだ思い出しそうにないな。うわ、これ全部埋めたいね。未練ミッション、人に10回話しかける。うちょっと桐生ちゃん未練多すぎるやろ。ちょうど桐生ちゃん、まあそれ未練は死ぬ時多いな、分かるけど、ちょっと多いな。これ桐生ちゃんも死なないんじゃないの、これこれは全部達成できんわ。いや、それはね、人間死ぬ時は未練が多いっていうのは分かりますけど、これ全部やんのしんどい。ノート一冊じゃ足らんぞこれ。うわ、そうね、今までこんだけやってきたからやっぱり未練もあるか、はい、もう時間泥棒だよ。しかも桐生ちゃんが亡くなるかもしれんということでやりたくはなるよね。しかも続々とみんなほら未練ミッションが埋まってますよこれ。
これは気絶状態の時に近くでヒートアクションが発動すると、発動するってことか、覚醒してるんだね。これがマックスだと、9の上がマックスか。これがヤクザで、ギがこれか。まあこの辺りが上がっていくってことか。これは上げたいね、マックスにしたいな。要するにこういうことやね、新技体が上がるってことです、これやると。なるほどな。これやりたいけど全部やったらものすごい時間かかる。これは大変や。エンディングノートという名のあのサブサブクエストですよこれ。玉黒っこちゃん320ポイントありがとう。本当ですよ、広辞苑みたいなエンディングノートですよ。分厚すぎるだろ。どこにでも行けそうだ。ありがとうございます。これやったらガン治るんちゃうかっていうね。分かんないですよ、このエンディングノートを全部達成することで実はキリュウちゃんのガンが治助かるっていうエンディングがあったりしてね、やり込み要素でね。え、覚醒スポットだって。へえ、いいもの、一番がやるいいものスポットみたいなものだね。へえ、これ龍が如くセブンのキャバクラオーディションの人たちだよね。へえ、これはやりこ、あ、カムロ町にも行けるって。こら終わらんぞ、これ終わらんぞ、これカムロ町も行く。行きますか。ちょっと待ってくださいよ横山さん、これもう終わんないじゃないですか。やだ。ん、キャバクラか。俺もいろんな町を転々としてるけど、どのキャバクラも華やかなもんだ。うわー懐かしいね。うまい酒を飲みながらいい女と盛り上がる、ハマるやつがいるのも無理はない。店のやつら血のにじむような努力がある。妙な巡り合わせだが、俺も少しだけ経営側を手伝ったことがあるからそれわかるね。経営もしてたからね。考えつつあの空間が恋しくなってきたな。思い出す、思い出すぜ。酒はやらねえって約束でな。っていう一枚絵を皆さん、1、2、3、4、20の100枚、100枚100枚かー。たっぷり。これ皆さん、さっき言ったエンディングノート別ですからね。これはたっぷりですよ。もうこれ桐生ちゃん最終章だからみんなやろうねっていう。だってさ、伊勢崎偉人帳だけで見るだけでもほら見て、このエンディングノートのマークめっちゃある。これはいかんですよ、これこれいかんですね、これこれはいかんですね。ちょっとだから全部見てたらこれ終わんないので、できる限り集めるけど、あのムービーじゃないのはまあちょっとなんとなく意味を分かりつつ飛ばしていってもいい。そうしない、一個一問一句全部、一言一句全部見てたら終わんないもんね、これ乙姫ランドじゃん。ソープ、ソープといえば遥と昔交わした挨拶を、会話を未だに思い出す。ソープって何なのって聞かれてどう答えればいいか分からず、俺は随分、あ、そんなのあったな、ワンで。でも遥ちゃんはなんとなく分かっててわざと聞いたんだよね。遥との同じことを聞かれたらなんて答えたら、懐かしいな、懐かしいな。うわー、これ全部集めたくなるな。これごめん、俺配信会でも普通にやっていい。これだってごめんけどプライベートでもやりたいわ。配信で 100% クリアやりますって言ったらマジ今年1年このゲームだけだよね。
来た。たこ焼き屋さんのあれかな、金だこ。ああ、尾道でこんなことあったんだ。3から6いまいち僕しっかりやられてないんでね。懐かしいな。尾道の話。尾道だからセックスかな。5か6かな。いやー、やばいっすね。じゃあついでにこれも拾ってこか。だから尾道が6っていうのはちゃんとわかるんですよ。あとまあネタバレですけど、尾道で尾道の秘密っていうのが何かも分かってるんで、一応だからストーリーはね追っかけてるんですけど、ね、もちろん流れも大体分かってるんですけど、ただところどころ抜けてたりしてるんですよね。調子に乗るなよ。よし、そうです、尾道の秘密はネタバレなんで言わないですけど、頑張りますか。あ、セックスに素潜りミニゲームがあるんだ。シリーズを全部やっていても一個ずつ話を最初から最後まで、要するに龍が如くだったらゼロから8の終わりまで全部説明しろって言われると、できないでしょ。これやっぱね、メタルギアと龍が如くはそういうもんなんですよ。いや、なかなか全部言えって言われても一口では言えないし、話が深すぎて、あと忘れてるとこもあるからね。カリマルさん、龍が如く8からでもね、あのね、カリマルさん、こういう桐生一馬のエンディングノートも含まれてるんで、過去にこういうことがあったんだなと思ってやれば全然8からでも OK です。全く問題ないです、はい、で8やった後に7に戻って、それからまた0からやるというのでも全然 OK ですし、あと7やってから8やるでも楽しめると思います、はい、そんなね気にせずに、多分ストーリー上わからないなっていうことは、多分ね8でもちゃんと振り返ってこういうことがあったよっていうのをフォローしてくれてるので全然大丈夫です、はい、あの龍が如く好き のガチ勢は0からやれって言うでしょうけど、マーベルの映画でも何でもそうですけど、最新作かでも面白いですか、最新作まず面白いと思って振り返っても全然いいわけなので、そう、それでいいんですよ。分かんないときはところはこういうことがあったんだなと思って理解すればいいので、それやらないと、あのまあ正直また龍が如くもゼロから全部やれっていうと大変じゃないですか。やった方が絶対楽しめるとは思うんですけど、でもそれをやらないといけないって、やっぱ人間って面倒くさがり屋の生き物なので、それやらないと楽しめないなんてことは絶対ないので、それが大変なぐらいだったら8からもやって、過去作にどんどんハマってやってもらえば全然いいと思いますよね。みんなそうだよね。はい、ということで龍が如くスタジオの皆さん、僕は1本売りましたよ。1本お買い上げ、カルマルさん、カルマルさん、龍が如くの世界へようこそ。全然問題ないです。はい、買います。素晴らしい。ついでに、維新極みも買いましょう。維新極みは維新極みで独立しているんで問題ないで、維新極みもついでに買いましょう。はい、で8買ったら7買って、で7買ったらまた0から振り返ってみてください。はい、それでもう全く問題ないです。入り口なんかね、自分が気になったやつでいいんですよ。それをねガチ勢っていうのはね、0からやれとかね、知らないとねダメだとか怒ったりする、そんなことないですから。新しい方にこう門と、ね、門を広げていかないと、門を勘抜きで閉めてカテナチオにしてはいけないですよ。懐かしい、スタミナン、タウリナン、そしてタフネス、こいつらはいわば三種の神器。
キリュウちゃん、龍が如くゼロから考えるとおそらく10万本は飲んでます。そうね、キリュウちゃんからしたら三種の神器ですよ。もうスタミナ X なんか何本飲んだかわからんよね。もういよいよって時にはこいつらの懐をパンパンにして臨むのが定番だ。確かに。だがこいつら名前がややこしてな、どれがどの効果なのかごっちゃになる。そうだから俺はとりあえず全種類10本ずつ買っていきます。エモいぜエモいぜ、それが唯一の不満だ。改善期待してるぜ。あ、キリュウちゃんそれ思っとったんや。今まで10万本も飲んだのに。覚えろよ。あれやばい、これ面白いな。おほう、うまい。キリュウちゃんやっぱ思っとったんやな。これどれだっけ、タウリナーがどれだっけって。キリュウちゃん面白いね。これやっぱりやばいな。なんで物語進めないですけど、金曜日までストーリー進めませんが、また明日配信会でこの物語のミニゲーム、ミニゲームとかエンディングノートとかこの絆のあたりは進めちゃっときますね。テンポアップのために。これ多分こうやって全部一個ずつ見たりとか、さっきのエンディングノート全部やってると、まあごめんなさい、なかなか終わらないので、まあストーリーはみんな見たいと思うんでね、はい、テキストだけでむちゃくちゃあるもんね。最今回の龍が如く、まあ面白い、今までも面白いですけど特に最高、最高最高です。名画座があったのか。あ、イリュージョンじゃん。これ2極みん時にこいつと知り合いになったよね、キリュウちゃんね。イリュージョンはカムロ町で昔ひょんなことが出会った韓流スターだ。そうそうそう、ファンから逃げるから誘導してくれっつってあったよね。イサマ復活してるじゃねえか。思い出せ、これからも頑張る。ああ、こういうのいい、いいこういうのいいわ、いいね。うわ、これシリーズやってる人間たまらんね。うわ、これたまらんな、やばい。横山さんマジ天才だな。なんだあの人すごいな。面白い、ちゃんとユーザーの気持ち分かってゲーム作られるね、龍が如くスタジオの皆様は。やばい、面白いわ。ここまで行こう。今日ごめんね、11時までで終了です。11時になったら皆さん、ニコニコ YouTube メンバー限定の毎月やってるですね、株主総会というのをやりますので、はい、月末に必ずやってますので、メンバーの方よかったらそちらの方もご覧ください。11時から1時間ちょっとやります。ごめんね、今日龍が如く見たい方、次は金曜日の、19時からになりますので、すいません、明日ちょっとね仕事でいろ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 あるので、ごめんなさい、明日配信できなくて申し訳ない。明日も本当やろうと思ったんですが、すいません、できなくせんが、できませんが。次は金曜日です。ちょっと飲み物買っていいですか。お、ああ構わねえよ。ってお前の財布ずいぶん膨れているな、万札でも詰まってんのか。それならいいんすけどね、レシート捨ててなくて。出た、家計簿つけようと思ってレシート取っておいてるんです。ほう、そりゃ偉いな。金の管理をするのはいいことだ。ただね、財布に貯めたレシート出すの億劫になっちゃって、肝心の家計簿もまだ白紙っていう。ダメだ、まずは自分の意識から管理しねえとダメそうだな。よしよし、はい、ということでこの後はメンバーシップ限定今月の振り返り等々お酒飲みながらします。11時からです。龍が如くは11時までです。あら、すごい、ズボズボズボットさん、メンバーシップギフトありがとうございます。小林さんに当たりました、おめでとう。ズボズボさんありがとう。そしてセミさんからもメンバーシップギフトありがとう。キバさんに当たりました、セミさんありがとうございます。さらになんとルーサーさんから5件いただきました、ありがとうございます。当たったのミヤパンダさん、一文字さん、 TNN さん、白黒さん、セーフボールさんに当たりました。ルーサーさんありがとうございます。すごいね、これも3000、2500円分ですよ。
この後メンバーシップ限定放送、ニコニコのユーロ会員限定放送ございますので、ぜひメンバーの加入、メンバーシップギフト、有料会員などよろしくお願いいたします。さあ、あとまだ30分近くちょっとあるんで行きましょう。本当みんなありがとうございます。最近龍河如く青空将棋か。今度時間ができたらやってみるか。たまには将棋でも指してみるか。将棋いいですよね。指している中で心が研ぎ澄まされるっていうか、思考がクリアになって心の奥底が開く感じがするんです。なかなか深いことを言うじゃねえか。対局を通じて自分との対話っていうのかな。あ、暖房スイッチ切ったっけ、光熱費払ったっけ。もう一人の人にいつもそんなことを問いかけるんですよ。引き落としじゃねえのかい。随分と生活感のある対話してるんだな。というか全然将棋関係ねえじゃねえか。いい感じだ。OK。これね、戦闘が、あと1個が、なんちゃんあと1個趣味でも OK だよ。みんなで集めた甲斐があったな。で、これホームレス、天守閣ホームレス、天守閣か。今でもよく覚えてる夢にもこんなのが出てきたな。一心これも出るとは。ちょっとこれ全部集めたくなっちゃう。マジ？まあ当然夢って話になってるけど、維新も来るのかよ。すごい、横山さん分かってるな。その夢の中では俺はなんと坂本龍馬ってことになっている。しかも訳あって新選組に入隊することになる。まさに夢にあふれた内容だな。夢の最後、俺は天守閣のてっぺんで悪の親玉にけじめをつけるんだが、その時の夜明けの美しさは夢のはずなのに生々しい実感を持って鮮明に覚えている。伴って鮮明に覚えている。また会いたじゃって言うんだよね。もしかするとあれは前世の記憶ってやつなのかもしれない。懐かしいな。懐かしいな、なんてな、馬鹿げた話だ。すごい、やばい、やっぱりこのゲーム神ゲー大好き。ということで皆さん、龍が如く維新極み、栗山で配信、去年の2月やりました。ちょうど1年だったかな。はい、ぜひぜひこちらの方もアーカイブ貼っときますんでご覧ください。かなり面白かったです。ね、シリーズを全く知らない方でもね、もう全くそこから見ただけでも楽しめるので、はい、もちろん龍が如くシリーズでも面白いんですけど、はい、特に維新なんかは幕末が好きな方にもおすすめしております。こちらにございますので、はい、ストーリーを追っかけるだけでも面白いですからね。はい、今ここに、ニコニコと YouTube 貼りましたので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、また会いたじゃ。いいよね。はい、ということでございまして、龍が如く維新の配信もやりましたんで、ぜひぜひ見てください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、じゃあ戻りましょうか。公認ストリーマーになってね、1年経ちましたからね。いろんな作品やらせてもらいましたけどね。僕ね、龍が如くで一番好きなのがゼロ、あと龍が如くゼロとオブジエンド、龍が如く維新、さらに龍が如く剣山、この、ね、4本が大好きなんですよ。ゼロはあのバブル期の、僕がちょうどねバブルが崩壊した後の世代なんですよね。うちの兄貴が働き始めた時代がバブル時代で、僕は中学生とか高校生ぐらいにバブル崩壊したので、バブルの良かった時代のテレビの話とか、テレビでそういうバブルのいい時代のニュースとかやってたんで、将来は
ああ景気がいい時代に俺も就職できるのかなと思ったらバブルが崩壊してしまったので、やっぱねバブル時代のね話に憧れがあるんですよね。なんでねゼロはねバブル時代の話だったりするので、まあ、キリュウちゃんの一番最初にの話でもありますし、真島の兄さんがプレイヤブルキャラクターっていうこともあるので、ゼロはねやっぱ僕好きですね。まあ、ゼロ好きな方多いと思いますけどね。あとオブジエンドはもうあのカムロ町がゾンビに襲われてヤクザゾンビがいっぱい集まってきて、キリュウちゃんたちが銃ぶっ放してゾンビをぶっ殺すっていう話、まあ、これは言わずもがな最高の作品ですが、剣山もね面白いですね。キリュウちゃんが宮本武蔵になるっていうね、そして維新が坂本龍馬になるという、皆さんぜひそちらの方もチェックしてみてください。ではストーリーいきます。いらっしゃいませ。3名様で。ああ。ご指名はございますか。サッチャ。ああ、いや。サエコさん頼むわ。かしこまりました。失礼します。3番テーブルご指名です。ごめんなさい。失礼します。ちょっとなんちゃん。キリュウ。何このメンツ。好き。そっか、キリュウさんがガンだったなんてね。俺も最初に聞いた時はショックだったよ。けどこの話はもう一周回って今は次のステップだ。それがエンディングノートのリスト。ああ、こうなりゃ何としても全部達成してほしくってさ、俺と孫輝でがっつりサポートするつもりよ。なるほど、なんかそう聞くと燃えてくるね。そこでなんだがな、さっちゃん、俺と孫輝だけじゃちょっとだけ心細くてよ、もう一人仲間が欲しいんだ。ふんふん、じゃあそれが私ってわけ。そういうこと、手伝ってくれるか。当たり前でしょ、むしろ私を外しちゃお話にならないじゃん。安心してキリュウさん、私がどこにだって案内してあげるから。迷惑じゃねえのか。何言ってんの水臭い。またみんなでやろうよ、前みたいにさ。それにほら、なんちゃんと孫妃だけじゃ花がないんじゃない？ふっ、面白いことを言う。なら、その花とやらがどれほどのものか見せてもらおうじゃないか。オッケー、相手に不足はないってところね。おい、今何が起きてるんだ？チームが一つにまとまったってやつですよ。というわけでよろしくどうぞ、キリュウさん。スキッ。よし、これでさっちゃんも決まりだ。じゃあまずはキリュウさんご所望のカラオケ行こうぜ。すごいゲームだね、日常パートも入れてくれるなんてね。正直少し意外だった。うん。お前はもっと桐生さんが療養を迫るかと思っていた。職業的な立場からしてもね。そうしたいのは山々だけどよ。ほら、北風と太陽だ。ん？桐生さんがああ言ってんだ。滅多なことで気持ちを変えられるもんじゃねえ。けど医者が言ってた。何かのきっかけで考えが変わるかもしれないってよ。だから作戦変更だ。キリュウさんに思いっきりやりたいことを楽しんでもらう。そんで生きてるって最高って感じてもらうんだ。そしたら生きようと思い直すかもしれない。そういうこと。後でサッチャーにも言っとくつもりだ。このエンディングノートの真の狙いってやつをな。孫妃も頼むぜ。あの人を黙って死なせてたまるかってんだ。
ああ、全く同感だ。お願い、ギリュウちゃん、死なないね、もう。一番、元気でやってる？ハワイでトラブルに巻き込まれてるよ。それもあいつらしいだろ。ねえ、ギリュウさん。はあ、俺が向こうで会った時は、もう警察に手錠かけられてたからな。なんていうか、相変わらず。気になるよな、一番のこと。うん？別に、なんとなく聞いてみただけ。あれ、そうなのか。なんか、さっちゃんもう一番と付き当たってくれよな。ケチやな。ケチとかいう問題じゃないけど。付き当たってくれよ。スケベやなこれ。急に。だからキリュウちゃんはキリュウちゃんの目から見るとこういうふうに見えるってことやから、キリュウちゃんスケベや。キリュウちゃんは孫悲を水着にしとるわけですから。そしてもう一人仲間になったでしょ、女の子が。この中サッチャーをももしかするとキリュウちゃんはねやってしまうかもしれないですね。キリュウちゃんがやり残したことですから、これはみんなケチつけていかんよ。これ仕方がないですから、ついでにこれちょっと取っちゃうわ。ここでナンシーに出会ったんだよね。来た。前はよくここで釣りとかしてたんですよ。他のホームレスに魚分けたり交換したりしてたな。ここでも魚は釣れるんだな。俺も釣りは結構好きだぜ。昔は船で海に出て取りに行ったこともあったな。船って本格的ですね。たくさん釣れたんじゃないですか。まあな、ただ巨大なタコと格闘したりとかして、命の駆け引きっていうのかな。一筋縄ではいかない経験だった。キリュウおかしいだ。キリュウさん、とりあえずどこでも格闘するんですね。この人そうなの。よし、この人どこでもね格闘する人なの、この人。イエーイ、なんちゃん全部埋まった。勝利。これでね、いろんなね絆技が出したりとかねできます。仲いい方が絆のね協力技とかがたくさん出るので、やっといた方がいいんですよ。やべ、敵マジ強えな。とりあえずお着替えジョブチェンジしようか。サッちゃんのジョブチェンジをね。でみんなサッちゃんのね期待してるの分かるんで、ちょっと一回やりましょうか。痛い。横浜編もいいな。分かるね、もちろん。敵強い、これレベル上げなあかんな。キリュウさんとたくさん歩いたり話したりして、いろいろ知ることができました。そりゃお互い様だ。お前は面白い奴だよ、ナンバ。声です。今度朝焼け橋でゆっくり話しませんか。俺のお気に入りの場所なんすよ。ああ、いいぜ。ちょっとエリちゃん、おらこのおばちゃんおるやん。一緒に会社で働いたやんか、おばちゃん。いらっしゃい。とめばあさん、久しぶり。なんやね、もう一回金くれよ、金。大企業にしたのに。ありがとうね。エリちゃんいないですか。あー、鶏がいる。これここの一番成果のマスコットキャラですよ。すごいな。この子はコケコッコといって一番の友達なんですよ。そう、株主総会で活躍したりするんで。うわ、卵を持ってってもいいだって。ちゃんとこういう話もあるのいいよね。でもエリちゃんはやっぱ出てこんのやな。とりあえず孫悲に好かれたいから。あげよう。またね、おばあちゃん、エリちゃんによろしく。くそ、まあエリちゃんしょうがないね。
プレイヤブルキャラクターではあるんですけど、仲間にしてもしなくてもどちらでもいいキャラなんで、これ仕方がない。じゃあ一旦お着替えをするんで、お着替えしますね。画鋲投げつけたりね、粉塵の舞って言ってさ、もう粉の入ったサンドバッグみたいなのを踏みつけたりしたいよね。バンバンバンって。エリちゃんの構えが素人じゃないんだよな。どれ、じゃあさえこちゃん、チーママ、やっぱアイドルいいね。もうアイドル解放されてるじゃん。テニスプレーヤー、アイドルにしようか。どうかしら、何だって着こなしちゃうわよ。さあ皆さん、スキッ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 。おっぱいがいっぱい。なんかしょうがないやんね、これ。これだな。なんか金ゴールドあんま好きやないねん、俺。だからっておにぎりもどうかなと思うんやけど、もうしょうがないよね。第一印象が大事。これでいこうか。葬儀費は、まあ、このね、あ、イエーイ。セクション、ちょっと来ましたよ。これはもうパワープレイの女王、こっちに変えようか。これいいです、ナイスですね、ナイスです。うわ、でも結局これがエロいな。これええな。でもこれでいこうか、SM ボンテージ。どうだろう、わあいいですね。どれにするか、エロいな、だから好きさ。さっちゃんおにぎりか、どれにしようかしら。しょうがない、でもゴールドって俺あんま好きじゃないんだよな。第一印象が大事ね。まあ、握り飯にするか。なんだって着こなしちゃうわよ。皆さん、なんかスケベが2人います。すごいパーティーやな。さっちゃんなんかあんまり色気を感じないね。よし、これでいこうか。駆け出しのマイクか。これちょっとかなり弱いな。これはかなり弱い。これ少し考えないとまずいですね。これも弱い。かなり考えないとまずいですね、これ。まあまあ、とりあえず行ってみようか。はい、サバイバーへ行きます。普通の黒とかありゃいいんだけどね。ゴールドの方がいい。まあでもさっちゃん白似合ってる気がするんだよな。来た、柏木さん。ここはね、キリュウさん、俺らの行きつけなんですよ。サバイバーっつってね。マスターはちょっとこわもてですけど、根はいい人なんで大丈夫。偉人町で歌聞かせたいならここしかないわよね。どうもマスター、新しい客連れてきたぜ。うん、こちらは鈴木太一さん。え、もしかしてお知り合い？いえ、どなたかと人違いされているんでしょう。はじめまして、サバイバーへようこそ、鈴木さん。昔よく似た人がいたんだ。だがマスターの言う通り人違いだった。失礼しました。
いえ、どうかお気になさらず。こちらこそよくある顔なもんですから。ないだろう。あの二人知り合いか。そうなのかな、うん、ただの人違いだったんだろ。私たちは歌いに来たんだ。さあ始めようじゃないか。ええ、どうぞ。本日は貸し切りにします。どうぞ心置きなく楽しんでください。ありがとうマスター。うわ、なんかいいね。過去を知ってる我々からするとこのさ、キリュウちゃん察して言わないあたりいいね。一瞬で察したもん。うまい。ハワイにいた時はどうなるかと思ってたけどよ、キリュウさんだいぶ元気になったように見えるぜ。これもソンヒとサッちゃんのおかげだ。水臭いんだってナンちゃんは。もっと気楽に頼ってよ。私だってキリュウさんには恩義がある。やれるだけのことはさせてもらうつもりだ。だね。私も偉人町の人間としてはキリュウさんに恩返ししたいし、何よりもしかすると助かるかもしれないのに放っておくなんてできないって。二人がいてくれてよかったね。俺一人じゃさすがに荷が重かったからよ。全然誰も歌聴いてない。なんなのよ、うま歌。この涙バカみたい。キリュウさん、お上手でした。最高でしたよ。噂は本当だったな。堂島の竜はなかなか歌を聴かせる。ちゃんと聞いてなかったように見えたぜ。まさか、聞いてましたよ。まあ、別にそんなんでへそ曲げるわけじゃねえがよ。だから聞いてましたって。誰だ、次の曲だぞ。どういうわけだろうな。次の曲も俺だ。いや、絶対わざとでしょ。レールから外れた、なら盛り上げていくか。入れるぞ愛の手、燃やすぞ魂。おっしゃー、おっしゃー。 Breaking the law、 Breaking the world、 壊せ、切り裂けてんだね。Breaking the rule、 六法全書じゃ縛れない。波乱分子さ振り上げた、握り拳が俺たちのジャッジメン。なんかいいね、仲間で盛り上がれてね。すごいいいね。早く戻ってこいよ。キリュウちゃんよかったな、こんな時間を過ごせるなんて。いやー、キリュウさん今日楽しいっすね。俺はおかげでいい気分ですよ。ほんと？あー、マスター、おかわり。私だ、どうした？重要な連絡だろうが、私はしばらくお楽しみだと言ったはずだ。わかってるよ、でも仕方ないだろう。ずっと憧れのキリュウさんと一緒なんだから。よう、ソンヒ。なんだよ、また眉間にシワ寄っちゃってるぞ。そうか、そんなことはないだろう。仕事の話じゃねえのか。あれれ、キリュウさんと遊ぶより大事な仕事なんてある？別に大した要件じゃなかった。ただちょっと気がかりな情報ではあった。なんだよ気がかりな情報って。清流会に妙な動きがある。
組員を増やして勢力を急拡大させているんだよ。あれ、なんだよ、そんなことも知らなかったのか、あのコミジルが。あそこは頭の海老名ってのが極道の第二次大解散を企画しててよ。それで元登場会やらのヤクザに声かけてんだ。ああ、俺も春日からそんな風に聞いてる。行き場のない元極道たちに受け皿を作る、それが第二次大解散の目的だ。そのため一時的に清流会の杯を受けさせて仕事を与えている。港の倉庫でゴミの保管ビジネスをしてるのもその一環だ。春日がハローワークでやってた事前事業の拡大版といえる。なんだよ、やっぱり知ってたんじゃねえか。だがな、どうも今清流会が組に引き入れている連中には真っ当に社会復帰できていた者もいるらしい。それも少ない数じゃない、100人単位だ。え、なんでそんなこと。ちゃんと社会復帰できたんなら清流会に行く理由はないはずでしょ。海老名の言う社会復帰のための一時的な受け皿ってのは表向きの綺麗事で、本当の目的は別にある可能性が高い。確かなのか。それは無礼な質問だな。コミジルの情報網を束ねているのはこの私だ。まあまあ、でもよ、なんかの勘違いかもしれねえだろ。社会復帰できてたって、実は本人的にはやりたくもねえ仕事で嫌気がさしてたとか。確かに元ヤクザたちそれぞれの事情までは知りようもない。私が気がかりな情報だという理由はもう一つある。清流会はね、ゴミビジネスの拠点を横浜からハワイに移そうとしているんだよ。何？最近清流会の杯を受けた連中はみんなハワイへ向かうことになる。ついこの間まであなたがいた場所だ。これは単なる偶然か、それとも何か意図的なものかな。何なんだよ、ハワイに何があるってんだ。清流会の人が誰かハワイに縁があるとか。そういや、春日にハワイへ向かうように言ったのは確か。それなら沢城ですね。元荒川組の頭で荒川真澄の右腕だったやつです。そんで茜さんが生きてたことをずっと一人腹の中に隠してた。それが今は清流会で海老名のすぐ隣に立っている。じゃあエンディングノートのリストに一つ追加した方が良さそうだ。沢城と話すっての。そういう使い方もあるんですね。清流会の本部はすぐそこだったな。ああ、だが今は沢城やほとんどの幹部たちは異人町にいない。増えた組員のためにここ1週間ほどで別の支部を立ち上げたんだ。もし桐生さんに行く気があるなら明日私が案内しよう。そうか、分かったよ。やっぱりあの兄貴怪しいな。今夜はそろそろ休むとするか。アパートに戻ろう。やっぱ沢城の兄貴怪しいよね。すげえ上がった。サバイバーをたまり場として利用できるようになりました。あ、出た！ファイトヒーロー。ん？お？出ましたよ、バイトヒーロー .com。これね、あのバイトでヒーローになって困ってる人を助けに行くっていうサブクエストなんですけど。まだあるのか。またあるのか。そう、春日のバイト先の上司ですよ。これ結構ね、儲かるんですよね、バイトヒーロー .com。 ヒーローとヒーローもそれいいよ別に。俺は鈴木だ。はい。これまさかこれ出会うってことは、いや、またやるんだよね。嘘。すげえな、このゲーム。バイトレスキューに絞って営業している。
はい、チンピラ撃退だって。勝手だけど親父狩りだ、そんな人をすぐ助けるサービスです。で、助けてくれたヒーローには成果報酬を、払うと。で、結構お金になりますよ。おう、人助けに金になるアルバイトか、悪くねえじゃねえか。ありがとう、俺も登録させてもらう。キリュウちゃん、ほんとガンなの。もうガンじゃないじゃん。偉人町とカムロ町もあります。もうやばいな、これマジかよ。やること多すぎるだろう。キリュウは絆が深まったことで近くのコマンドで攻撃を呼ぶ。連携技できるって。アパートに帰って休み。じゃあセーブしよう。というところで皆さん、僕は今日気づきました。このゲームは神ゲーで、普通にやったら300時間遊べます。ということで本日はここまで。いやもうやばい。続きは皆さん、金曜日の19時、金曜日の19時メインストーリー中心にやっていきます。プライベートで、はい、キリュウちゃんのミニゲームとか、集める要素とかサブクエとかやっていきます。メインは進めないので、ご安心してください。ぜひ皆さん続きございますので、グッドマーク、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では、ごめんなさい、もう時間が迫って、おります。この後ニコニコの皆さん、次の会員限定のページの方にご移動ください。YouTube の皆さんも会員、ごめんなさい、メンバー限定のページにご移動ください。メンバー限定貼っておきますね。はい、ありがとうございました。いや、本当に今回面白いな。やばいね。はい、ちょっと最近ね、会員限定やれておりませんけども、よかったらメンバーシップの方もよろしくお願いいたします。はい、お、ジルビート君お疲れ。はい、メンバー限定こちらです。はい、今貼っときましたんでこちらにご移動ください。ニコニコは貼んなくてもわかるかな。一応貼っとこうか。ニコニコはこっちかな。はい、ニコニコの方はこちらです。はい、はい、こちらの方です。ご移動ください。ぜひよろしくお願いいたします。お、アルマ君ありがとうございます。サブゲームは動画でもいいんで出してほしい。 ありがとう。そうね、ちょっと考えます。サブとかミニだけね、なんかミニゲームだけ他の配信ストリームでやってもいいかなと思いますけど、ごめんなさい、今のところちょっとプライベートでババッとやっちゃってっていう感じになるかもしれませんけど、すいません。なかなかね、ダラダラやるとね、許してくれない層も言いそうなんで難しいんですけどね。ありがとうございます。アルマさん、1600ポイントいただきます。ぜひぜひメンバーシップの方も皆さんよろしくお願いします。そしてアルマさん他、スーパーチャットもありがとうございました。ではこの後、会員限定放送やりたいと思います。本日は龍が如く8、第4回。ありがとうございました。金曜日が第5回、土曜日日曜日が6回7回といきますので、まあ、日曜日までにクリアできればいいですけど、まあなかなか難しいでしょうね。はい、なんでまあ来週いっぱいでクリアできればなと思っておりますので、引き続き、グッドマークチャンネル登録もお願いいたします。そして来週龍が如く8終わりましたら、いよいよ YouTube チャンネル登録5万人達成記念レトロゲームファミコン、クソゲー5本勝負も待っておりますので、ぜひ、今後のドグチューブドグ生もご期待ください。それでは、会員限定メンバー限定に移ります。皆さんありがとうございました。1月もありがとう。2月もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。キリュウちゃんどうなるやろうね。でもエンディングノートだからやっぱ行っちゃうのかな。この後会員限定です。チューチューピーピー
fantasy.